今回はね、裏技とかもいろいろ知る人ぞ知る技とかもあるんで、俺はそこまで言ってきんと思う。でもこれは計算的にでも十分受かります。リングスリーブは何種類あるんですか？何リングスリーブは何種類ってどういうことですか？わかんないですそれ息子さんが15歳で電気工事士2種を取りたいと、この勉強方法をちゃんと真面目にやったら絶対受かりますから。はい、お疲れ様です。先日ね、電気工事士諦めるなっていうね動画を配信したんですけども、今回ですね、ちょうどこの前こちらの動画などに出演してもらった、僕の仲間の松本さんが電気工事士2種の試験を受けるんですけども、今日のね今朝 LINE が来まして、やばい、頭が回れへん、理解できひん、現時点で56点しか過去問取れてないっていう連絡が来たんですよ。僕は結構スパルタな性格なんで、頭を回そうとするから間違えてんねんで、考えてる時間はあなたにはないと、目で覚えてくださいという、むちゃくちゃな返事をしたんですけど、ね、もし他に困ってる方がまだたくさんいるのであれば、吉田式テスト2日前の効率の良い勉強法を配信しようかなと思って、 YouTube のアンケート機能を使ってアンケートを取ったんですけど、このような結果になりまして、やばいって言ってる人がこんなにもいました。ってことで、僕は今日宣言通り徹夜で動画作り頑張って、28日には配信できるように頑張ります。今回はね、裏技とかもいろいろ知る人ぞ知る技とかもあるんで、これを見てもらったら合格率は僕は必ず上がると思ってます。ぜひ最後まで見て、実践してください。この動画の他にも、電気工事士の試験の取り組み方だとか、その他いろいろアップしてますので、もし気になった方はこの概要欄のリンクから飛んでみてください。ほんなら吉田式必勝法を解説していくんですけども、結構伝えたいことがいっぱいあるんで、ちょっと長くなると思うんで、大まかな流れとして、前編では科学的にも実証されている効率のいい記憶の方法とか、実際どういう風にテキスト解いていくのかっていう勉強の仕方で、その最後には試験日当日の問題の解き方のコツとか、実は知る人ぞ知る裏技があるので、これがね、最後の味噌というか、結構点数稼げると思うんで、ぜひ見ていてください。でもこれね、テストね、2日前ぐらいに今配信されてると思うので、一問一問ね、ちんたらちんたら理解して、ちょっとね、やってる場合ではありません。僕としては、もっと日にちに余裕を持って、ちゃんと理解して合格してほしかったんですけど、もう日にち的にそうは言ってられませんし、僕もね、実は2種の電気工事士の時は、勉強嫌いやったんで、ほとんど勉強してないというか、ほぼしてないんですけど、1日前にちょっとだけ勉強はしたんですよ。でも1日しかないから、効率いい方法とかめっちゃ調べて、それを実践してね、ちゃんと受かったんですね。そもそも余裕を持って勉強しろよっていう自分にも言えることなんですけど、皆さんの気持ちもわかるんで、この勉強法は結構究極というか、土壇場の技だとは思うんですけど、僕一種の電気工事士も、一級施工管理の試験も、一応この勉強方法も駆使して、無事どっちも受かってますんで、日中電気工事士以外でも勉強全体的に使えると思うんで、ぜひ覚えていてください。まず一つ目なんですけど、皆さん流し読みって知ってますかね。一般には速読って言うんですけど、メンタリストの DAIGO さんとか賢い人って1日に本を10冊とか読んでるみたいなんですけど、そんなに1日10冊も読めると思います？1冊読むだけでも結構大変ですよね。そんな感じでね、賢い人たちはいっぱい本を読んでるみたいで、僕も読書はどっちかというと好きな方なんで、いっぱい読みたいんで、速読っていうのを自分なりに勉強したんですけど、やり方としては本を全部読まないんですよ。ここ大事やなってとこを一瞬で判断して、キーポイントだけ読んでいく。そうすることで、ダラダラ読んでるよりも、より記憶に残るし、時間の効率化になります。これは普通に本を読むときのやり方なんですけど、電気工事士テストの問題を解くときにも応用できるので、ちょっと実際にここに写真貼り付けて、どんな感じで解いていったらいいか、速読バージョン。やってみますね。令和2年下期の、午前ですね、の11番やりますね。これやったら、低圧、地中配線、直接埋設使用、こんだけの文言をとりあえず拾ったらいいんで拾います。で、こちらの選択イーロハニーの答えもめっちゃ長いですよね。読むだけで疲れると思うんですけど、これも一番後ろの CV とかね、書いてるじゃないですか。それだけでも判断できますんで、これはEの CV 線ですね。で、こういう風に僕やったら覚えてるんで、スラスラというか解いていったらいいんですけど、どうしてもわからない人はそこで考える時間がもったいないというか、まだまだテスト時間まで余裕があればちゃんと考えてやってほしいんですけど、もう2日とかしかないんで、
もう飛ばします、わからんかったってバツって書いておいてください。じゃあ次に12番なんですけど、まあ、計算問題はもう全部捨ててください。解ける人は解いたらいいんですけど、まあ、僕みたいにもう数字見るだけで頭痛いとか数学ができない人は今更もう計算問題とか多分公式とか覚えれないと思うんで、時間もないし、僕は正直計算できないんで2種も1種も計算問題は全くやってません。もう E とかローとかハーとか2とか適当に入れてました。それでも一周の電気工事士のテストは90点弱取れたんで、基本計算問題って10問ぐらいあるんですけど、だから20点分になるんかな。でも当てずっぽうで3問ぐらいあるから6点として14点損しただけなんで86点まだ残ってますんで全然心配しなくていいです。で12番の問題なんですけど、これ計算問題ね。これに関しては平成27年でも出てるんですね。基本ね、この第2種電気工事士のテストって過去問の使い回しになってまして、全く同じような問題が結構出るんですよ。これもね、もうすごい読むだけで疲れる、こんな計算できひんわって感じかなと思うんですけど、まあ、許容電流 1.25 で電熱器具30度以下の問題はもうこの辺だけとりあえずワードでパンと覚えて、で答えはまあローのオーブントースターなんですけど、計算とかね、理解できない人は、この答えだけとりあえず覚えておいてください。同じような問題が出るかもしれないんで。次ね、13番。これもバーっていっぱい書いてるんですけど、まあもう着目するのは工具組み合わせ。それだけ拾ったらいいんで。これもね、答えは2なんですけど、何回もね、過去問やってたら、E のこの問題、ローのこの問題、ハーのこの問題、ちゃわ、ハーのこの回答、2のこの回答とか1個ずつ読んでいかないとダメなんですけど、何回も過去問やってたら、もう全部読まなくても、電線管っていう文字出てるだけで、あ、これ2や、答え2や、みたいな感じで、パッと答えれるようになるんで、そんな感じでもう全部読まんと、パパパッといきましょう。って感じで、今3問ほどやったんですけど、まあ、大体1問に使用する時間って、今ちょっとまあ解説しながらなんで、ゆっくりやったかもしれないんですけど、1問20秒あればお釣り来るぐらいかなと思うんですよ。で50問やっても1000秒で、厳密に言えば僕の方式で言ったら計算問題はもう考えもしない捨てるんで、 E とかローとか適当な文字を入れるだけ、もうなんなら書かんでもいいです、あの勉強の時は。なもう0秒じゃないですか。なら1年分の問題を解くのに13分あればできるんですよね。で考えたら10年分やっても100、130分、2時間とかでできるわけじゃないですか。まあ、復習とか入れるからもうちょい時間はかかるんですけど、だからもう時間がないって焦らんと、ちゃんと最後まで諦めずに頑張ってください。まあ、こんな感じであのさらっと3問だけやりましたけど、こういう風に速読でね、何回も問題やることで問題にも慣れてきますし、今皆さんね、あのやばいって言ってる人らは問題を見るだけでうわーいやいや頭痛いってなってると思うんですけど、だんだん得意になってきてスラスラ解けるようになってきますし、はい来たこれあれやみたいな感じで楽しくなってくるかなと思うんで、頑張ってください。はい、次、まあ、2番目、ここから間違えた問題を復習していくんですけども、ここからが記憶力を活性化させるコツといいますか、まあ、科学的に有効な方法を説明します。まあ、今から僕が言うことは嘘じゃないし、あの調べたら出てくるようなことなんで、もし深掘りして知りたい方は調べてみたらいいと思います。まあ、まずこの画像のように、これあの僕が Excel で作ったやつなんですけど、もし必要であれば概要欄にダウンロードリンク貼っとくんで、よかったら使ってください。過去問を解いていくときに、この E とかローとか書く右に、自信のあるやつは丸、微妙やなってやつは三角、全く分かれへんのは×っていうのを同時に書いていくんですよ。まあ、これも吉田式なんですけど勝手に考えたというか、まあ、ほんなら答え合わせした時に自信ある丸をつけてたのに間違えてたら間違えて覚えてるからもう一回覚え直さなあかんし、三角と×に関してはもう計算問題以外は問答無用で理解できてないということなんで復習してください。復習ももう時間があればちゃんと復習したらいいんですけど、時間がないんで深掘りせずに、この問題のこの答えはローやとかそういう感じでパッパッパーと覚えていってください。で、この復習するときなんですけど、まあ、人はいろいろ目とか鼻とか口とか感覚を利用しながら覚えた方が脳が活性化されて覚えるので、まあ、書いて覚えるのが一番いいとか結構言うじゃないですか。それはほんまにね、間違えてなくていいことなんですよ。でももう皆さんには書いてる時間もありませんので、書くのはやめて、時間がねもったいないんで、一つ目の取り入れてほしい方法としまして、復習するときに声を出しながら復習してください。頭の中でこれはいいやなとか唱えるんじゃなくて、口に出して電線管がなんちゃら、あこの答えはいいのあれやとかね、口で喋って、耳で聞いて口で喋ってやっていってください。
まあ、これの原理といいますか、自分の好きな歌とかって頭から歌詞がね自然に出てきますよね。それって、まあ、カラオケとか口ずさんだり、自分の声で歌って自分で聴いたり、まあ、もちろん CG で聴いたりとかいっぱい繰り返し聴いてるからなんですよね。なので声を出しながら復習するっていうのはすごい効率のいい方法で、まあ、記憶力も定着しやすくなるんで、ぜひ取り入れてください。これで今現時点で目と口と耳を使ってるんで、3つの感覚を使ってるんで、目だけで見て覚えるよりかは確実に良くなってます。2つ目はこうやって書くのと同じ原理なんですけど、手を動かしたり、極端に言えば運動しながら勉強したら脳が活性化されて、まあ、効率がいいって実証されてるんですけどね。実際それはまあ歩きながら過去問解くとかちょっと今難しいじゃないですか。でここでおすすめなのが、僕普段はめっちゃ嫌いなんですけど、貧乏ゆすりがすごく有効なんですよ。足を思い切り動かしてるんで、手を動かして書いたり運動しながら勉強したりしてるのと同じ効果があるんですよね。貧乏ゆすりって普段僕はね見てたらイライラしてちょやめてやって言うてまうタイプなんで、まあね普段はしてほしくはないですけど、ほんまにね勉強の時とかは集中力高まるんで、ぜひ取り入れてください。これもねいろんな大学とかが研究してるみたいで、ネットで調べてもらったら実例っていうのもいっぱい出てきますんで、まあ、よかったら興味ある方は調べてみてください。ほんで3つ目なんですけど、これは吉田ラーニングって名付けてて、周りの人らも吉田ラーニング方式とかなんかおちょくられてるのかわかんないんですけど、名付けられてるんですけど、電気一級施工管理技師の試験の時は本当になんかもう難しくて、僕にはね覚えれなくて、まあなんかその目とか鼻とか口とか貧乏ゆすりとか、それを試してもさらにもっと効率よく勉強する方法ないんかなってことでたどり着いたのが、この今さっき復習してるタイミングで声を出して呼んでるじゃないですか。それをちゃんと後から聞けるように、携帯とかでボイスレコーダーっていうアプリがあるんですけど、無料でねいっぱいあるんで、それで録音するんですよ。それをテスト当日までもうずっと流しましょう。僕はもうそのテスト期間の時は寝てる時も、まあ、睡眠学習って言ってちょっと記憶に定着するらしいんで、これもね睡眠を邪魔するとかちょっと健康的な面で悪い部分もあるかもしれないんですけど、僕はとりあえず受かりたかったんで、もう寝てる時もずっと自分の声を流してたし、まあ、これは仕事的には良くないかもしれないんですけど、僕ちょっとその時たまたま融通が効く現場やったんで、まあ、片耳にねこうイヤホン電話するやつ、結構みんなこういうやつですね。僕はケンウッドってやつの17時間でしたかねずっと再生できるやつを使えるんですけど、まあもちろんね使用用途は電話のためなんですけど、まあ、これでね音楽の再生であったり録音データの再生であったり、ここでも流しとけるんで、まあ僕は現場でテスト期間をここで聞いてましたねって感じで、まあちょっとその集中力が途切れて事故が起きるとかそういう問題もあるかもしれないんで、そこは皆さん自己判断でやってください。僕はまあ一応おすすめします。どうしても借りたいんやったら、まあ、この方法で1級電気施工管理、僕2級飛ばしたんですよ。ちょっと無謀かなってみんなに言われてたんですけど、無事一発で合格することができましたんで、ぜひ試してみてください。では皆さん、勉強方法としてはこんな感じで、残りの時間ねもう限られてるんで、ゲームしたりとか漫画したりとかいろんな欲望があると思うんですけど、もうね2日だけなんでちょっと我慢してひたすら勉強してください。僕も電気工事士2種受けた時は入社したてで、経験3ヶ月とかで、しかも3ヶ月とかってもう掃除とか雑用とかしかねさせられてないんで、電気について何も触れてない、何もわからない素人やった僕なんですけど、で元々その高校大学もね誰でも入れるようなとこで、勉強自体は本当に苦手な僕なんですけど、そんな僕がどうしても勉強がしたくなかったんで、勉強の回数を減らすためにより早く覚える方法とかをめっちゃ調べて、2種はねその1日前に今言ったような方法を使って勉強するだけで受かっちゃったんですよね。だから今ちょっとやばいなと思ってる皆さんも、ちゃんとこの時間を無駄にしなければ合格僕は絶対できると思ってるんで大丈夫です。2種持ってる人をバカにするわけじゃないんですけど、難易度としては国家試験の中でもすごい難易度の低い簡単な方な部類の試験に入るみたいなんで、そんな気負いせずに軽い気持ちで取りましょう。ではここからね本題と言いますか、本番の試験当日の試験問題の解き方に入っていくんですけど、ここからね裏技も交えて解き方と必勝法を教えていきますね。で試験の当日と試験の前日の、まあ、心構え取り組み方っ
ていうのは僕別動画でも去年出してるので、もし気になれば概要欄に貼ってるので見てみてください。一応これを実践して受かりましたってメールくれたりしてるんで、ほんまかわかんないですけど、一応ためにはなったみたいなんで、まあそれもメンタル的な話なんですけど、ぜひ見てください。で、まあ試験会場に着きました。いざ実際試験をやっていくんですけど、ちょっと今ホテルなんで雨の音とか入ってしまってるかもしれないんですけど、許してください。これはわかるぞってやつからパパパーっと解いていてください。まあ、ちょっと時間かかりそうなやつはとりあえず一回無視して、分かるやつをパッと解いていきます。ほんでまあちょっと自信あるやつとかも次に解いていって、これで皆さんが何問解けたか分かんないですけど、25問ぐらい解けたとしましょう、半分の。残り25問ですよね、ちょっと自信がないやつ。ここからが裏技の登場で、お金払って電気工事士テスト対策の講習行ってたり、まあ周りに電気工事屋さんがいっぱいいてたりしたら、まあ、結構有名っちゃ有名な、知る人ぞ知る情報なんで、知ってる裏技かもしれないですけど、電気工事士2種の E とローとハート2の回答数の数って基本的にまんべんなく50問あるんで4で割って 12.5 っていう数字になるんですけど、大体その数なんですよ、 E もローもハーも2も。毎年僕もこれ昔からあるデータなんで、今もちょっとその状態か自信がなかったんで、さっき電気工事士受けてる友達に参考書の回答を写メで送ってもらって、10年分僕計算して E が何個とか全部ちょっと時間かけて記入してきたんで、こんな感じで今からこう別動画で流すかちょっと分かんないですけど、で10年分今見ていってもらったんですけど、だいたい 12.5 前後ぐらいの数やったでしょ。27年下期と、25年上期についてはちょっとイレギュラーで10個とか9個とかそういう数もありましたけど、これを利用して自分の今の答え、 E が何個なのかとか、 ロが何個なのかとかを、まあ、どっか空いてる余白とかいっぱいあると思うんで、そこに書いていってください。ほんならこの時点でハート2の数が極端に少なければハート2の確率は上がりますし、 E を20個も使ってたらまあちょっとおかしいですよね。この裏技も今年はイレギュラーが起こるかもしらんし、絶対確実とはちょっと僕の口からは言えないんで、自力で頑張っては欲しいんですけど、諦めて適当にあもういいでいいやみたいな書くくらいやったら、ちゃんとねこういう一応データも出てるんで、確率論を利用してもらった方が正解率は上がるので、ぜひ使ってみてください。はい、ちょっと長くなったんですけど、参考になりましたでしょうか。まあ僕はね、本当にいつもね僕のチャンネルを視聴して支えてくれてる皆さんとか、まあ今日ね初めて、見に来られた方もいると思うんですけど、本当に電気工事士さん、一緒に働く仲間が増えるのは今手薄な業界なんで嬉しいことなんで、本当に皆さんが合格するのを応援してます。今日見てくれた人は、吉田塾の一員です。はい、勝手に決めましたけど、ってことなんで、みんなのね合格発表とか、まあ、僕もこの動画一生懸命作ったんで、せっかくなんでね楽しみに待ってます。それとまあ宣伝になるんですけど、僕はこれからも電気工事に役立つ情報を、まあ、頑張って配信していきますんで、この動画が少しでもためになったなとか思ってもらえましたら、高評価とチャンネル登録をしてもらえると励みになります。では皆さん、残り2日しかありませんが頑張ってください。応援してます。今日はですね、9月の16日、深夜はね、10月24日、だから9月24日から勉強しようと思ってた。そうそうそう。でもまあ、それでも俺的にはいけると思うんだけど、まあ皆さんもなんですけど、まず自分の能力を測ってほしいんですよ。で今、正直分からないの見ても。うん、全く分からない。分からんでもいいから、とりあえず1年分やってほしい。で、これは、まあ言ったら、初めて受ける人でも、頭のいい人と頭の悪い人がおるやん。俺悪い方やん。そうやろ。ちゃんと学校行ってて理解力がある人、基礎数学とかが分かる人はいきなり問題やらんと理解してくれる方っていうのをやっていってもいいんだけど、深夜とか勉強しても多分分からへんやん。っていう人はもう実践を積んでいった方がいいと思うからやっていくねんけど、まずな、例えばこの1番から10番ぐらいまでっていうのはもう基本な、計算問題ね。学校でも計算とかほぼやってなかったようなもんやんか。これはもうやらない。もう1から10は大体毎年ね、計算問題なんで、もう E とかローとかハーとか適当に書いてください。ここに時間を使うことはもったいないんで。で、ここもコンセントの組み合わせとしてとか、まあこれはもう数字が出てきたらほぼやめてください。もう適当って感じ。うん、もう考えない。考える時間が無駄やから。で、こっちの言ったこの辺からもあとは暗記系になってくるから、そういうのはこれから勉強
していくねんけど、それでも時間ができたってなったらこっちも攻めていく。余裕できて、その計算も式も覚えるってこと？でも俺はそこまで余裕できひんと思う。でもこれは計算できんでも十分受かります。それはもう実証済みなんで、どうしても計算も理解したいっていうのやったらいいと思うけど、これ終わってさらに余裕があってから手を出してほしいですね。多分俺はそんな余裕できひんと思うからってことです。これが必勝法です。深夜は問題読んでも、いや電気屋さんじゃないから、うん、この辺でも多分ほぼわからんと思う、ね。まあ、分かる問題も出てくるかもしれんけど、もうとりあえず文章を読んで、もう自分の考えすぎない。今日初めてやから、うん。とりあえずここに俺が作った回答用紙、これは YouTube でも皆さん欲しい人配るんで、例えば30番、パーッと読んだとするやん。電気工作物に関する記述としてみたいな。それ読むだけで頭痛いやろ。うん、痛い。勉強するだけで頭痛いやけどな。まあそれをとりあえずこうやってな、勉強して文字になれるってことも大事なんですよ。うん、まあ、とりあえず E から2まで読んで、うん、もうほんまにピンとハっぽいなみたいな、そんな感じでいいから30番をハーと書くと。でそのハーって書いた中で、ほんまに山勘なのか、ちょっと自信あるぞと、これなんかで習ったかもしれんぞっていう時は三角、あこれは絶対いけるっていうのは丸っていうのを横につけていってほしい。ああ、なるほど。こっちにこう回答して、でこっちに自分の山勘かって書く。ああ、なるほど。ほんなら後で復習していくねんけど、丸になってんのに間違えてたらもうそもそも理解が間違えてるやん。うん、そういうことになるな。で三角やったらまあまあ自信あって合ってたら、それはもうまあまあじゃなくて完全に知ってたってこと。三角で間違えたらやっぱり理解できてませんでしたと。で×で、例えばさ、こんなん E とかローとかハーとかって書いても適当に合うから、で丸にしたから勉強せんへんっていうのが怖いねんな。わかる、うん、たまたまハーって書いて合ったから合っただけやのに、これ俺合ってたからもう勉強せんでいいってなったら、次違う2とか出されたら合えへんやん。ああ、確かにな。だから正解してても山間で正解してたただのまぐれなんで、うん、その時はちゃんとこう回答を見て勉強していくっていう方法で、まず、何年やったら23年か。あ、そうそう、23年。じゃあぶっつけ本番で、23年やっていってもらうんで、じゃあ頑張ってください。はい。深夜の初めてのテストね、8時から開始して、まあ、大体45分かかりました。まあ、テスト時間的には問題ないねんけど、これからもう何問も過去問やっていかなあかんから、まあ、深夜もね、皆さんも30分とかで、スラスラっとやれた方がいいんで、だんだんスピードを上げていきましょう。じゃないとね、多分ね、毎回やる気なくしてくるんで、じゃあ、僕編に変わります。はい、ってことでね、深夜くんの問題が終わったんで、答え合わせしていこうと思うんですけど、まあ、結構テキストどんなのがいいんですかって聞かれるんですけど、スイート合格とか結構人気なんですけど、まあ、これはね、やる人によるんですけど、深夜みたいに、ほんまに合格を目指す人って言ったらいいかな、まあ、ひたすら問題を解いた方が頭に入るんじゃないかって人には、僕はこういう過去問がひたすら載ってるやつがおすすめだと思います。で、まあ、この初めの方のページにこう、例えばこうやったらね、薄光電線管とはこれやとか、こういうちゃんとした、ね、説明もちょろちょろ入ってますし、コツとしてこの1ページ目から攻めていく人おるんですけど、こういう説明から、それはそれですごいいいことなんですよ。理解しようと、そういうことなんですけど、新谷君含めてあまりこう勉強できない人は、こういうところから始めてしまったら、問題にたどり着く前に挫折してやる気が出なくなってしまうっていうので、僕もまあ元同僚とか後輩とか、まあ、先輩もなんですけど、みんな押していってます。まあ、それで私も受けるんですよ、勉強できる子はね。だからもうこんなの僕的にはもう後回しです。まずは実践です。こう過去問がこれはもうひたすらもう毎年書いてて、その問題の答えに対するプラス説明もあるんで、僕はこれが今回いいかなと思って新薬にご参加しました。ってことで、深夜の初めてのとりあえずやってみたやつなんですけど、何点だったか皆さんでお願いします。まあ、こう問題の後にこういう風に答えが一覧に書いてるんで、あこの10番までで1問しか合えへん人結構珍しいですね。ここは単純の3問ぐらい合うんですよ。11番、10番、6、13番、6、7番、15番、8番、はい、丸付けが終わりました。丸の数が18個あるんで、これは掛ける2にするんで36点です。最低限必要な合格点数は60点なんで、14点足らんのかなってことは7問足らない。まあね、初めてにしてはいいんじゃないかなと思います。逆にそうやな、あと7問って考えたらなんか気楽やな。気楽やけど油断したいよね。まあ確かにな。これほとんど多分山間やから。山間。たまたまもうほぼ、ま、完全36点いったようなもんやから、うんうん。まあまあでもまあ、一応ちょっと理解してると思うんで、あとはここ、さっき僕が言ったように、1番とかこれ分かったのかな。うん、分かった。1、2、あ、こんなんほら、自分では分かったって書いてても。あ、ほんまや、間違ってる。うん。28どんな問題だったの？28はですね、これは電気工事法に違反しているものは、あ、違うんやそれ。うん、これ多分2ですね。うん、そう、これは電気工事法、これはまあ法律的な問題なんですけど、いろんなね、こんなことをしたらいいですか悪いですかみたいな、これの答えはまたこれね、難しいことで書いてますよ、またね。でも俺これを簡単に言うと、電気工事士の2種とか1種の免許なんですけども、まあ現場に持って行って紛失したり、まあ濡れたりする恐れがあるので、ね、営業所ね、皆さんで言ったら勤めている会社とか家とかに保管して、作業に従事したって書いてるんですけど、これはダメですね。常に持ち歩くこと、常にとか工事するときはね、っていうのが法律が決まってるんで、っていう感じでテストが終わってから落ち着いてこうやって
って回答を見ながら、まあ、ちょっと深夜とかやったらな分かれへんと思うから、とりあえずちょっと調べて分かることは調べたらいいと思う。でも見ても調べても全然分からへんやつは諦めた方がいいからね。それに1時間とか使ってたら勉強がしんどくなるんで、まあ、皆さんもなんですけど、であとは深夜とかやったら近くに僕がおるから僕に聞くとか、皆さんで電気工事屋さんの人やったら先輩に聞くとか、ここの28番高校校でちょっと理解できないんですけどとか、そういう風に進めていってください。または YouTuber の方いろんな解説出してるんで、そういうのを見るのもいいと思います。ってことで、次は皆さん何をするかというと、1回目の答えをやったということで、自分の今の現状と、やっぱりこうね、何事にも目標を決めるってことが大事なので、目標達成シートっていうのを僕が今から作ります。さあ、それを作り出せていきます。はい。ってことで、深夜のね、2つのチャレンジが終わったんで、ここからね、どういう風にこれからスケジューリングを出していけばいいかとか、僕なりのやり方になるんですけど、まあ、例えばさ、深夜とか高校受験とか、ちゃんとやってないよ。やってないな。多分ね、今までね、勉強とか受験とか、いろんなことやってた人って、そういう風にスケジュール組んだりやってたと思うんですけど、まあ僕も含めてなかなかに大人だったらね、スケジュール組んだり目標を作ることって難しいと思うんで、僕なりにね、ネットで調べて、ね、実際に一種の電気工事士とか施工管理士とか受かってきたんで、まあ参考にしてもらえたらなと思います。まあまずはゴールから、僕こういうの作ってみたんですよ。作ってみたとか、実際にテストを受かった時に自分で作ったやつなんですけど、まず24日ですよね、深夜、テスト当日。そうそう、10月の、うん。で、あとはもう休日は、ここはね、上の欄は僕は普通に自分のスケジュールとして使ってました。深夜は、まあ、9月からとか。ほんで23日は僕の動画でも言ってるんですけど、余裕を持ってほしい。1日前は。リフレッシュするぐらい。ゆっくり寝る。高橋はもうほんまに何もしなくてもいいぐらいの、勢いでいってください。で、ここでは22日には80点平均取れてるようになってほしいです。結局過去問やから答えを覚えちゃってると思うんですよ。で、実際にまあ、80点もあれば、ちょっと応用を聞かされたとしても60点以上絶対取れると思うんで、まあ、22日までには80点を目標にしてほしいなっていう感じです。で、これの使い方なんですけど、まあ、9月からいきましょうか。今日が16日今日やったやつ、平成23年の、はい、下期下期の問題をやりました。で、僕ここに実際って入れてるんですけど、あ、ごめん、これ僕今パソコンがあるんでパソコンでやってるんですけど、パソコン持ってない人もこうやって印刷して自分でね、手で書いていってもいいです。10月24日テスト当日、こういう風にね、手で書くこともできるんですけど、で、何点やったっけ。36点。まあ、これは、ね、何年をやるかっていうのを書いていって、結局最後印刷して、もうあとは手書きで毎回何点やったっていう感じです。で、9月か、深夜は日曜は休日だよな、うん、基本はな。で、こう、まあ土曜日とかは例えば京都現場とか、こういう風に大阪丸々現場とか、まあ、僕職人なんで、どこの現場とかスケジュールを入れてました。やっぱりスケジュールを早くしてたら、この現場ちょっと早く帰れるとか、この現場多分残業になるとかね、あると思うんで、それも加味して、まあ、スケジュール組めばいいのかなと。まあ、ここに関しては深く考える必要はないかなと思います。あとは今深夜が今の状況で、まあ、皆さんもなんですけど、なんか確実に夜ちょっと無理やでっていう予定ある日とかある？一応ある。いつ？9月の27か、うん、27本にちょっと実家帰る用事があって、実家に帰る。まあ、この日はもう言ったら免許はお休みでいいと思います。うん、あとな、10月の5日と、15にちょっと、ズームで打ち合わせを。ズーム仕事の会議。そう、うん、ズーム仕事会議、うん、まあ、この日も5日15、まあ、この日はもういいです、休みって割り切ったらいいんじゃないかなと思います。うん、あ、やっぱ休む時は休むって割り切った方がいいってことか。うん、まあ、これも後で説明するんだけど、うん、どんだけその時にできてるかにもよりますけどね。ああ、なるほど。とりあえず休みもあった方がいいと思うから、うん、あとは俺的なやり方やねんけど、明日から勉強開始、9月17日から開始するとして24日まで38日あります。でもテスト当日と1日前僕リフレッシュしてほしいって言ったんで、それマイナスにしたらあと36日あります。で、これね、僕の時はね、紙機とか下機とかなかったんですよ。だから僕は過去10年分を2回20問ってやってたんですけど、今言ったら紙機下機があるから、過去10年でも20問あるじゃないですか。だからちょっとしんどいけど、過去10年紙機下機両方と、あとは深夜のランダム、まあ、視聴者さんのランダムで10問ぐらい、まあ、点数悪かったところでいいんじゃないですかね。こうやってデータ残っていくから。ああ、なるほどな。一番ワースト10位、27年60点しか取れてなかったとかやったら、こうやっていく。だから、それが30問あるんですよ。ほんなら36日、あと日にちがあって、30日行ったら、3日余裕があるじゃないですか。休めるじゃないですか。うん、うん。でも深夜今3回使ってる。だから、あと3日休みがあるんですよ。で、こっからは、まあ、あとは日曜日は休みたいとか、やったら1日2問やったらいいし、頑張って1日3問やったら、休みも増やしていけるっていう感じだけど、まあ、とりあえずオーソドックスに、普通に前から埋めていったらいいと思いますわ。うん、とりあえずは。だから、もう順番にやっていく。昔からもう一問ずつ、1年やな 1年ずつのやっていく。ほんなら下期今日やったから、まあ、明日紙にすると、こういう感じでね、手書きでもパソコンでもいいんで書いていってください。で、19日休日やん、特に予定もなしなど。いや、ある仕事が入ってる。夜に
1年分ぐらいするようにしようか、うん、まあ、もしこれ仕事ないでしょ、なかったらあとラップしたいから、うん、ちょっとここ2年分やっとこうかなと、1日休みなわけやんって感じで、あの前から埋めていってください。で埋めて印刷します。まあ、例えばちょっと印刷するわ、まあ、10月やったらもう20日やからちょっと適当に書きますけど、平成30年2回目、まあ、この色とかはね、あの自分の好きなように分かりやすいようにしたいと思います。これを Excel で作ったん？ Excel で作った。これももし欲しかったら、あの概要欄に貼っとくんで。あ、そんなんも貼れるんや。うん、今ファイルにアップして、60日制限なんですけど、やっていきますんで。はい、なら実際に印刷しました。まあ、この日22日平成の25年紙機をしてたとして、まあ、85点とかになってたらいいですよね。こんな感じで、あの分かっていくんで、あとはまあ例えば10月6日平成25年2回目やから、もう僕的には8は取れてると思うんですよ。さすがに2回入れたら。でもし深夜がめちゃくちゃ理解力なかったとして全然取れてませんと、46点やったと。ちょっとやばいな、うん、やばいな。ほんなら僕はあの30年分をやってくださいって言ったけど、このままじゃやばいから、やっぱ次の日から2年分やろうみたいな、うん、っていうどっかで調整もしてください。逆に減らしてもいいと思います。もうめちゃくちゃもう1回目の視点から取れてると。ほんならちょっと30年目か25年分にしようかなとかに、あの減らしてもいいと思います。どうしてもやっぱりみんな仕事とかも忙しいと思うんで。だから僕はやっぱり初めに借金をいっぱい作る、僕は借金だと思ってました、うん、だから借金が20年分もあると。だからもう僕は借金したくないタイプなんで、このお金もね、あの借りたこともないですし、もうなるべく早く返しちゃって、もし借りてしまったらっていう気持ちで、今日3年やろうとか明日も3年やろう、ほんならもう3日で9年分できるじゃないですか。ってことで僕はもう出版から飛ばしてました。まあそれは人それぞれなんで、あれやと思うんですけど、結構ね、あの僕動画出してみて、土壇場2日前でやばいって言ってる人多かったんで、そうならないように余裕を持って動画とできるように、もう無理してでも初めに2年分ずつ入れるのも作戦かなと思います。ちなみにずつやってみるしって感じで、これが僕なりのケジューリングってことで、こうやってこれをね、自分の机の、僕はここにこうもうテーピングして貼ってました、会社に。みんな見るし、実際70点とか40点とか書いてたんで、これやっぱ従業員の人とかが、おっこいつやばいなとか言ってくれるんですよね。みんな40点やったんや昨日みたいな、やばいんちゃうみたいな、70点やったんや頑張ってるやんとか、そういう会話にもつながるしね、いいんじゃないかなと思います。まあ、結婚してる人だ、奥さんとかね見てくれるしね、質問ある。いや、どうやろうな、1日に2年分やらんと同じ年どう2回やったりしてもいいかな。いいよ、いいけど僕は意味ないと思います。だってもう答え見てそのまますぐに同じ年をやるから、あ分かって当たり前やん。あ、確かに。ある意味すぐにもう一回やり直すから理解は深まるだろうけど、うんうん、僕はまあ、 あの1年ずつやりたいな。うん、まあ、結局2回目っていうのはちょっと忘れた頃に来るじゃないですか。10年分人とやって次やってるから、その時にやっぱりテストを受けるのって実際にあの勉強したのが10日前に勉強したのが出てくるとか、そういうのなんで、人間って次の日ぐらいやったらね覚えてくるじゃないですか。それが2日3日ってなったらだんだん忘れていくっていう仕組みやと思うんで、やっぱり実際テスト同様の次の日か同じ年のやるっていうのはやめてた方がいいか、うん、そんなに自分の身のためにならないんじゃないかなと思います。なるほど。とは今パッとあまり浮かべへんけど、多分いや勉強しだしたら出てくるんちゃうかな。またその時に。わかりましたって感じでスケジューリング編でした。まあ僕はあの新薬に原稿紙受かってもらいたいんで、ちょっとこのプログラムは一緒に10月の24日までお付き合いして、視聴者さんの皆さんとも一緒にご協力をやっていこうと思います。お疲れ様です。今回電気工事士千葉の深夜が取得するシリーズ途中経過編、最近調子が悪いということで、まあ、どうしたのかなと思って、深夜って今どうなの、何点ぐらいの。大体今54ぐらいかな。今の一番最近の点数が、うん、まあ、ちょっとやばいよな。やばい。10日前にして、そう。もうこの時点で俺の予想は70ぐらい取ってるだろうなと思っててんけど、まあ視聴者さんの皆さんもそれぐらいは残っててほしい時期ではあるかなと思うんですけど、前のシリーズでやった目標達成シートもちゃんと作って、真面目にこれやるやつやなと思ったから、そんなね、勉強もあんまり教えてないけど、ちょっとやばいな。ということで、次だけはあの、あ、持ってきた。ちょっとあれ見せてもらって、何が原因なのか。じゃあ9月から。まあ、この16日が、あれやね、深夜と一緒になった時、さ、俺と一緒になった時36点。これが初スタートでした。で、17日がちょっとサボってるのかな。18日38点。ちょっと進歩したかな。まあ、まず点数っていこうか。20日50点。22日50点。24日68点。たまにいい点数ってやつ。たまに。22日60点。28日52点。29日46点。で、31日9日飛ばして、10月2日54点。4日58点。6日58点。8日70点。9日72点。で、この辺言うの。うん、11日54点でまた落ちてると。っていうことで、ざっと今見てんやけど、なんやかんや思ってるよな。そう。16日一緒に YouTube を撮って、深夜も、すごい、俺頑張るわ、みたいな。モチベーション上がってたやん。速攻17日やってるやんか。これなんだよ。
いや、まだ時期的にいけるかなと思って、ちょっと余裕をかましてる感じですかね。まあ、まだ1ヶ月以上あったし。そうそうそう。まあ、それはいいかな。18日。ほんで、次の日はちゃんとやってんや。うん、やった。で、19日、休んでる。うん。これは、1日ほら、仕事も休みやん。休み。いっぱい時間あったと思うんだけど、俺、前の動画では、本当に2年分ぐらいやってもいいんちゃうかなって言ってた。アドバイスをしてたんやけど、してましたね。休日の日で休みもらってます。まあ、ここはとりあえず。19日は許してあげましょう。20日だって50点。まあ、ちょっとずつでもこれ成長がね、3回目出てますよね。で、21日、仕事って書いてんねんけど、仕事っていうのはないっすよ、もう。はい、どういう意味なのかな。ちょっと仕事で、残業なって遅くなってしまって。ちなみに何時ぐらい？だいたい8時ぐらいですかね。に、仕事が終わって、3人帰宅ぐらい。そうですね。皆さんに言いたいんですけど、皆さん時間がないとか、まあ深夜もこの仕事、残業っていうことなんですけど、何時ぐらいいつも寝てます？僕寝るとき大体12時。12時ですよね。で、今回8時半やから、まあご飯、洗濯、お風呂ぐらいですよね、やることって。そうですね。1時間ちょっとぐらいですよね。うん、それをこなすのって。4時間半。1時間半はそのご飯とか。3時間あると思うんですよ。絶対時間余ってると思うんですけど、みんなね、残業やからとか、なんかこう仕事がトラブったからとか、それがもう12時とかって知らないと思うんですけど、ちょっとこの8時で仕事やからできませんでしたっていうのは、ちょっとね、毎日やってた上でたまにやったらいいんですけど、うん、ほんまに受かりたいんやったら僕はもうちょっと頑張ってほしいな。8時で残業疲れてるかもしれんけど、あとがしてくれたらお願いします。はい。で、まあ22日、次の日は頑張ってんやろ。そうですね。次は。23日、これ仕事。まだ同じかな。まあ、また同じことの繰り返しになるんで、言わないですけど。20から60経ってんで、それ次の日やるっていうのは。いい点数取れたんで、次もいけるかなと。ちょっと調子乗って。でも、それで調子乗るのはいいことだと思います。やっぱりそうやってこう、毎日毎日モチベーションを上げていくのが、で、珍しく2日連続で、60点。で、26日は、あれかな、日曜日休んでな。まあ、いいでしょう。で、27日はこう、時間に帰るっていう、うん、なんか家族もあればあると。うん。最後は仕方ないです。28日、52点。29日。お、28日、次の日、やる、出てるね。うん。これは。ちょっと、実家帰って、1日ずつ開けてた感じやったけど、連続して開けてしまう形になってたから、やるとかなんか感じかなと。まあ、実家に帰って、こう、お母さんの顔見たり、いろいろほっこりして、頑張ろうかなっていう。まあ、そういう気分転換は大事ですね。うん、友達に会うとかね、いいと思います。で、この30日。YD って書いてるんだけど、これは副センス。ちなみに YD っていうのは、うちの会社なんですけど、確かに聞いたね。30秒ついたしと、勉強教えてくれと。新谷くんがつまずいてたのは、配線図の問題がちょっとどうしても理解できんからってことで、副センス。どうせ実技でもやらなあかんから。副センス覚えるかって。今とりあえずは、理解してる。理解してる。今は。まあ、この2日間はみっちり、夜ね、配線図やりました。まあ、それはいいと思います。で、その次の日の2日は、配線図覚えたし、ちょっとテンション上がって、やろうなって言った。54点。でも、成果は出てないかな。出てないけど。まあ、日曜日は休み。4日58点。5日、ズーム仕事会議。まあ、これはしゃあねな。2日58点。7日、なんかこう、やる気が入ってるけど。いや、せっかく、副線図教えてもらってたのに。なんか、思ってたより、いい点数が取れずに。そっか、あんだけこうな、理解したのに、みたいな。うん、で、ちょっと、へこんでた部分があって。とりあえず、ちょっと気分転換しようと思って。はい。気分転換して。そうそう。何もゲームとか。いや、ぼーっと。ちょっと溺れた気持ちもあるんですけど。最後にします。はい。8日、70点。まあ、これ気分転換のミノさんかな。そうか。で、これあれか。いつもの。8日70点調子よかったから、次の日もやるぞと。これを毎日このメンタルを保ってくれたら、俺は何の言わんでもいいねんけど。まあ、72点。で、これ休日やから、休んだんですね。これあかんかったもんな。こう、72点調子よかったから、もう1日頑張ったらよかったんだな、と思いますね。11日。やっぱりこう、日曜日休んだら54点っていうのがかかってしまうんですよ。なんか連休って書いてて、3日ぐらい休んでるけど、これは70点取れてたのに下がったからめっちゃやる気がなくなって、とりあえずもういいかなって、なんか投げやりにやっちゃいましたね。それが12、13、14、14で昨日で、で、まあ今日起きたから、まあ、こう、メンタル下がってて、ちょっと俺のところに駆け込んできた感じですね。そう、どうしようっていう相談を。今の継続が力なんていう、もうありふれた言葉なんですけど、本当にあれが大事かなと思って、僕も一応、元気っぽい、元気っぽいやったんで。で、やっぱり、新谷くんは、今日15日で、まだあと10日はあんねんけど、まあ僕も含めて、新谷くんも勉強できないことじゃないですか。みんなで半分ぐらいの能力って考えないとダメなんで、僕らは人の2倍努力しないとダメなんですよ。で、この今見られてる方がどんな学歴で出るのかわかんないんですけど、ちょっとあんまり勉強できない人は僕らのように頑張ってほしいですね。そうなるとこうなるんで、まあこうなるってまだ落ちたわけじゃないんですけど、この調子でまた2日に1回サボってちょっと早いかなと思います。初めに計画を、ね、立てたんですけど、新野さんはちょっと明日からもちょっとやっていかないとまずいかなと思います。で、皆さんも同じような
結果になってしまってる。あと教会の50何点しか取れてない人はちょっとやる、ね、平均して、まあ、20、80点取ろうっていうことやったんで、それぐらいは目指してほしいです。まあ、平均80点はいい好きかな。75点でのみですわ。まあ、70から80は平均して取れてたらとりあえず落ちることはない、うん、と思うんで、それぐらいでいきたいなと。ちょっと新薬ね、タモリが多いかなと。まあでも仕方ないと思います。今まで勉強せずに行ってきて、仕事とかはさ、もう15年ぐらいやって、いろいろ自信持っていけてると思うんで、やっぱ勉強は自信ないんちゃう、うん、だから勉強っていう言葉を聞いただけですごいこう逃げてしまう自分がいてると思うんですよ。何回かしてる皆さんもそうやと思います。僕もまあそうなんですよ。勉強今まであんまり行ってきてなかったんで逃げてたんですけど、僕もまあこんなことを言いながら一応何個かのテストになってきました。皆さんにおすすめの方法があるんでちょっとやってほしいんですけど、ジェットストリームの、ね、僕ゴールドの名前も取って、これ、なんかかっこいいから、文房具店とか行って売ってますわ。カッコつけて、スタバとかに行くんですよ。こんな周りにはね、スタバに、ね、意識高い系の人がいっぱいいてるんで、そこで、ちょっとこう、パリッとしたシャツとか着て、挑んでもらったら、なんか俺って勉強できるんちゃうかなっていうのに、洗脳されていくんですよ。僕はもう、そういうのをたまにスタバ行ったりして、張り切ってましたね。形から入るっていうことじゃないんですけど、皆さんも、普段やらないことをスタバに行ってみれば、やらないといけないやろ。あんま俺らには縁がないとかやと思うんだけど、そういう、なんか、まじないじゃないか。やってみるとかでもいいと思います。皆さんも今くじけずにまだ10日あるんで、10日前で気づいた人は、ね、まあ、全然いいと思います。深夜も何やかんやサボってるねって俺は言ってるけど、2日に1回やってるだけでもなんか甘かしたらあかんけど、僕は偉いと思います。これもっとやってないんちゃうかなと思ってたから、今までやってきてない高校受験もとりあえずどこでも行けるような格好に行って、もう大学受験とかには縁もなくずっと仕事してきて、そこは勉強っていうのは多分してない。仕事の勉強はちょっとしたかもしれんけど、そんな新野くんがだって2日に1回でも逃げながらもなんとかやってるのは、もう先はちょっときついこと言ったけど、僕は偉いと思うんで、まあ、皆さんも大事だと思うんで、頑張ってくださいっていう、ほんまに頑張ってるとしかね言えないです、うん、あとは自分に勝つことです。僕ももうそこで癖ありますけど、なんとかやってきて、とりあえず天気工事されてました。今から新野くん、新野くんと、まあ、みんなも今から問題やりましょう。夏を感じるしかないです。今から新薬に30点の下木、前の54点か54、一番直近54点やってんけど、今日は何点取れるんかってことでやっていきます。わかりました。今答え合わせ終わったとこです。66点は取れた。テストで言ったら合格圏内ですね。うん、僕正直この一番最初の10番までの計算問題はほぼ捨ててるんで、当てずっぽで書いてるんで正直落ちてる。まあまあでも実際の問題でも3問ぐらいは合うから、当てずっぽでも、俺もその作戦やから。まあでもそれでも66はね、ちょっとまだ心細いから頑張らなあかんね。やっぱり自分で丸つけてるとこも間違ったりしてるんで、はい、あ、自信があるっていうことやねんけど間違えてると。そうそう、じゃあまあやっぱ理解で、まだ理解ができてないとこも多いんで、ちょっとあるんかなって感じかな。ちなみに今日は何分ぐらいでできたの？今日はだいたい35分ぐらいですね。一番初めた時45分やったもんな。ってことはまあやっぱりちょっとずつ成長はしてるってことだと思いますね、はい、ちょっとでも早く問題解けたら楽でしょ。うん、疲れそうですか。はいまあ一応これ受かってもらわないと皆さんから続けてどうなったんですかみたいなコメントを無視しないといけない日々を送ることになるんで、受かってもらわないことには。とりあえず頑張ります。はい。これ見てる方って同じような境遇の人だと思うんで、何かメッセージあれば。とりあえず過去問を何回もずっとやっていくと、たまに同じ問題が出てくるんで、ほうほう、その答えをしっかり覚えてたら意外にいけるかもしれないですね。あとはもう、ほんま、繰り返しっすね。やるしかないっていう感じですね。これがいい言葉になるのか、ただのざれ言になるのかは10月24日僕は15時からなんで、はい、分かりました。その結果をアップロードするので楽しみにしてください僕は電気工事の YouTube で技術的な発信もしますし、腰道具、作業着、今回、ね、電気工事士とか、あまり今まで僕は電気工事士の発信もしてなかったんですけど、僕は皆さんに買ってほしいんで、これからの電気工事士の発信も力を入れていこうかなと思ってます。その前の続きになるんですけど、素人の新谷くんが電気工事士にチャレンジするということで、10月24日でしたね。そうですね。実は生ライブで結果発表やって、見てくれてる人はもう知ってることだと思うんですけども、まあ今日改めてどうなったのか発表してもらおうということで、何点だったでしょうか。74点です。ということで、電気全くわからないぐらいの状態から始まって、無事合格で見ることができました。ってことだけで終わったら、すごい尺の短くなってしまうんで、まあ、いろいろね、この電気工事士の勉強する中で、いろんなこう葛藤とかあったと思うんで、今からちょっとインタビューしてみたいと思うんで、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。では、いろいろ質問していきたいんですけど、はい、そもそもなぜ電気工事の資格を取ろうと思ったんですか？
電気屋 YouTuber さんと一緒に撮影や仕事をさせてもらって楽しいなと感じて、僕自身も建築業の仕事をしまして、電気の工事の依頼がちょくちょく来るんですけども、その時に毎回コンセント一つやスイッチ一つの簡単な交換であったとしても下請け業者さんにお願いすることになってしまっていたので、着を取ったらその場で施工ができるので、お客様もその場でしてくれて嬉しいかなと思うので撮りました。電気に関しては正直まあほぼほぼ知識がない状態からのスタートだったと思うんですけど、はい、まあ、勉強を進めていく中でどんな感じでしたか？もうさっぱり何もわからなかったですね。意味のわからない単語ばかり出てきて、もう頭が痛くなりました。さらに引っ掛け問題などが出てきて、また余計に頭痛くなりましたね。実際に電気工事に携わったことがないので、材料や工具など全く知らないので、名称と意味を一致させるのがほんまに大変でした。わからないなりに勉強していって、日に日に分かっていくようになって、名称や工具など一致していくようになりまして、だんだんと楽しくなってきました。まあ、今聞いた感じなんですけど、ちょっとしたね、苦労とかもあったみたいなんですけど、勉強苦手といつも言ってましたが、何やかんやね、頑張られたみたいですね。ではまあ、特に大きな悩みとか、苦労とかはなかった感じですか？実は、電気屋 YouTuber さんに言ってなかったんですけど、途中で諦めようかなと思っていました。それはなんでなんですか？配線図に差し掛かってきたところから、複線図も出てきて、さらに頭が痛くなりました。なぜやめようかと思ったかというと、配線を理解してない状態で、まぐれてよかったとしても、実質の工事ができるかっていうのが、自信が持てなかったんです。協力業者さんとかにお願いしたらいいかなって、結局はそういう風に自分の中で考えてしまっていました。せっかくここまで勉強してきたら諦めるのもったいないと思って、勉強 YouTuber さんに複線図で配線図などのことを相談しに行ったんですよ。ほんなら、そもそも実技テストで複線図出るから今覚えてた方がいいよって言われました。実技で複線図が必要って知って、なおさら僕から気がしなくなって、もう諦めようかなと思いました。でも、電気屋 YouTuber さんが一緒に勉強しようって言ってくれて、一生懸命頑張って覚えて、今回無事に筆記テストを合格することができました。おめでとうございます。電気工事士のね、筆記試験にチャレンジしてみて、まあ、無事今回合格点を取りましたが、チャレンジしてみてどうでした？電気屋 YouTuber さんのサムネでもうバラされてるんで言いますけど、ほんまはあんまり言いたくないんですけど、いろいろありまして、高校を卒業しないんですよ。で、中学の時からも勉強が苦手でした。いろいろと今までの人生の中で挑戦した資格などもいっぱいあったんですけども、やっぱりその勉強という動作に拒絶反応を出てしまい、今更ながら後悔をしています。でも今回僕と同じぐらいの偏差値の電気屋 YouTuber さんもいろんな資格を持ってるってことなので、もしかしたら自分でもいけるんじゃないかと思って挑戦してみまして、無事に合格ですることができました。またこれも自分の自信につながりました。自分もやればできるんだなと今回挑戦してみてよかったです。素直に嬉しいです。次、実技が12月の18日なんで、複線図もしっかり覚えてるんで、実技試験が楽しみです。ということで、ありがとうございました。僕もね、深夜さんと一緒でね、勉強は苦手な方なんですけど、先ほどね、深夜さんが言ってたように、俺には無理なんじゃないかなってことに挑戦することって、まあ、すごいね、いいことだと思うんですよ。今回ね、僕もね、正直ね、感動しました。中卒の深夜さんの目の前で、ちょっとこんなことを言うのは恐縮なんですけども、なぜ大学を卒業した方の採用率が高いのか、皆さんってご存知でしょうか？まあそれはね、ただただ大学を卒業された方の学歴が高いからとか、優秀とかっていうのじゃなくて、大学をね、卒業するまでに、やっぱりこう受験勉強に挑戦したり、その受験勉強に挑戦するために目標を自分で作って、その目標をクリアしていったっていうね、実績があるからなんですね。僕はね、大学を出れてないんで、それがなんやねんと。何かの本で僕も知った情報なんですけど、悲願だけしていたんですけども、実際に僕も電気工事士とか電気施工管理1級とかいろいろね、無理かなと思いながらチャレンジしてみて、まあ自分なりに目標の立て方すらね、勉強も僕あんまりしてなかったんで、知らなかった状態からまあ自分で調べて目標の立て方とかで、それでなんとかね、合格することもできました。でそんなことをね、踏まえた中で、今ではね、頑張ればこんな俺でも何かチャレンジしてみたらできるんじゃないかと、日々の自信につながっています。結論として何が言いたいかと言いますと、まあ、今回ね、表面的に得れた結果としては電気に触れることだと思うんですけども、僕はね、それよりもちょっとそれよりもと言ったらあれかもしれないですけども、この電気工事士に、まあ、苦労しながら合格したことによって、これからまた例えばね、電気工事士一種とか、まあ、消防設備士とかいろんな資格がありますか、僕やったら私やったらいけるんじゃないかと、挑戦できる自分につながることがすごいね、大きいメリットなのかなと思いましたね。ってことで、ちょっとまとめ方が下手くそになってしまったんですけど、皆さんもね、合格した後には何かこう、今日の深夜さんみたいに楽しい自分が、何かやり遂げた自分が持ってると思うので、ぜひめげずに頑張ってください。ではご視聴ありがとうございました。最後にちょっと聞き忘れてたというか、はい、聞きたいことがあるんですけど、はい、まあ、僕の場合は一応電気ね、3ヶ月ほど
仕事してからやったんで、ちょっとした経験者として受けたんですけど、深夜さんはほんま電気工事方法を携わったことない中で筆記試験無事74点という素晴らしい点数で合格したんで、まあ、同じように違う業界から来て不安だらけの中受験する方も多いと思います。そんな方に向けてもアドバイスというか ありましたら一言お願いします。ためになるかわかんないですけども、僕自身やっぱり最初学問をずっとやっててわからん問題とかもありましたけど、そこでやっぱり気持ち的にわからんからもういいかなっていうめげそうな気持ちになっちゃうんですけども、そのまためげずにまた違う同じ過去問じゃなくて違う過去問をしていくうちに、過去問の中の過去に出てきた問題がまた出てきたりするので、問題をずっとやっていくことがとりあえず知識を得るために必要かなと僕思ったんで、結論から言うと過去問をずっとやるっていうのが僕的には一番自分の中ではいいかなと思いましたね。で、伏線図、図面ですかね、テストのテキストの図面とかあるんですけども、その伏線図とかもわからないところも僕多々あったんで、それはやっぱり近くのおる電気屋さんとか先輩とか若い人に教えてもらえたら、理解したら楽しくできると思います。ありがとうございました。ありがとうございます。では実技テストも受かってまたアドバイスお願いしますね。わかりました。ありがとうございます。お疲れ様です。本日はね、皆さんご存知ですかね、クレヨンさんっていう会社で、YouTube じゃないんですけど、Twitter とか、まあ、インスタも最近やり始めてるんですかね。かなり目立ってて、結構面白い投稿とかされてる。知ってる人は知ってると思うんですけども、っていう会社をちょっと紹介してもらったんで、行こうと思います。まあ、電気工事屋さんのね、事務所っていうことで、いろんな材料が置いてありますね。まあ、この辺もまた、今度の企画でいろいろ撮らせてもらいたいなと思うんですけど、お願いします。お疲れ様で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 す。稲田社長、あ、はじめましてで、中野さんということではい、はじめまして。今日はあの電気工事のテストを、まあ、素人の、ね、はい、女の方が撮るってことでドキュメンタリー番組っていうことでやらせてもらおうと思うんですけどちょっといいですか。僕はあのクレヨンさんの稲田社長をカッピーさんに紹介してもらったんですけど二人はどういうおつながりで。カッピーさんの出会いはあれですよね、ツイッターやね。そうですね、はい、ツイッターで、はい、でなんか、ね、食事会行ってたりとかね。そうですね、もうでもかれこれ 4,5 回ぐらいです。いろんなね、そうですね、来てくれてるね、はい、バーベキュー来てくれたし行かせていただいております。はい、ということで、まあ、ひょんとしたきっかけからいろいろね、こういうことまでなって今日は早速勉強してるんですね、はい、勉強してます。ちょっとあのインタビューさせてもらっていいですか。はい、はじめましてってことで、あの僕のチャンネルは電気工事やってまして、はい、同じ業種だと思うんですけど、はい、YouTube であの電気工事の資格を初心者の方でも取れるようにっていうことでいろいろやってるんですけど、はい、ちょうどいい人がおるなってことで、そうですね、カッピーさんに教えてもらって。ありがとうございます。本当にド素人で。職人さんなんですか。あ、違います。私はこの株式会社クレヨンの人事と広報をやっているので、はいはい、現場には出てないですし、全然職人してないんですよね。資格取る必要があるのかなっていうところからなんですけど。そうですね、多分実務レベルで、実務的なこと言えば多分いらないんですけど、はい、なんかこうやっぱ採用、人事として採用やるとか広報としてみんなこの会社をね、広めるってなった時に取れた方がいいかなと思って受けようかなと思って、はい、受けました。まあ、取っといた方がいいかなってことで、うん、まあ、特に意識してるポイントっていうのは。そうですね、やっぱりこう知ることで、例えば新卒で入ってくる人って基本やったことない人、電気工事知らない人とかが多いと思うんですけど、 その人の気持ちにやっぱり人事としてなった方がより一層アドバイスしやすかったりとか、落ち込んだ時励ますことができたりとかするなと思ったところが、まあ、特に一つポイントで、あともう一個は現場に行ったことがない広報人事がふと来た時に、やっぱりこう職人さんがじゃあ何やってるのかとか、実際職人さんとの会話のところで共通言語を持つってすごい大事だなと思ってて、ちょっとでもその職人さんが言ってることが分かりたいなって思ったのがきっかけで受けようかなと思いました。結構かなり強い気持ちで受けられるってことですね。そうなんですよ、気持ちは強いんですけどね、落ちれないですね。そうなんですよ、落ちれないんですけどね、現実的にちょっとね。今回その素人さんが受けられるってことで、はいはい、見られてる方も、まあ、全く違う、まあ、介護職であったり、うん、車屋さんの業界から来られてる方が結構多いんですよね、はい、ああ、そうなんですね。違う業界ですよね。
よね、もともと。そうです、もともと全く電気工事士業界というか全然関係なくって、もともと本当営業職をやっていて、全般もう本当にいろんな営業をやってきたので、なぜこの 3K と呼ばれる電気工事業界に来ちゃったのかなっていうのがあるんですけど、まあもともとの本当の最終的なきっかけっていうのは、うちの社長の稲田がうちのこの広報と人事立ち上げてくれって言ってくれたことで来たっていうのが、まあ本当に大きなきっかけなんですけど、じゃあなんでここにじゃあ言われたからって来たのかって言ったところは、やっぱりこの今おっしゃっていただいたみたいに、ちょっとニッチな業界だったりとか、なかなかね、人事とか広報経験されてる方でもやっぱりこうちょっと苦戦しそうな業界をこう任されるってことは、やっぱりここで何かこう生むことができたら、他業界でもこのここでできたことって生きるんじゃないかなっていうのを思ったので、チャレンジしてみたいなと思ってきたって感じですね。わかりました。ってことで今日は10月7日、はい、でテストが30日ってことで、はい、まあ本当はね1回目勉強する前から撮りたかったんですけど、ちょっとね、はい、お互い都合が合わなくて、はい、撮れなかったんですけど、今はどの段階というか、どういう風な勉強方法をしてたりとか、まあ会社から何かしてもらってるとか、うん、僕がアドバイスして、はい、元々はね浮かれるプロセスを作っていくっていう予定だったんですけども、はい、いろいろ会社でも研修とか受けてるってちらっと聞いたんで、はい、もう今回僕は関与せずにクレヨンさんの会社合格へのプロセスっていう感じにしようかなと思って、僕はただ取るだけ。わかりました。ってことで今の現状を教えてほしいんですよ。今はその一番最初にやったことは、まず過去問をとりあえず今の力でやってみてって言われて、職人に言われて、でやってみたんですよ。そしたら一番最初は5問だけしかできなかったんです。だから10点ですよね。 あれ選択問題なんで適当に書いても14問ぐらい合うんですけど逆になってますね。そうなんですよ。なんか下手にこう解こう解こうとしてやりすぎちゃって、はいはいはい、でことごとく外したというところで5問でした。山間入れて5問ですよ。ほぼ山間じゃないですか。本当にそうです。はい。一発目が5問で10点だったってことなんですけど、はい、今どれぐらいやってるんですか？何問ぐらい？ざっくり5回分っていうんですか？5年分、1年分の5回。というか今前期後期があったりとか午前午後とかがあるんで、はい、何年っていうよりか、まあ、10回分ですね。そのテストが違うので、はい、10テスト分ぐらいはもうやってるんですけど、まあ、最初5問しかできなくって、1問目が5問、1回目がそうです5問です。2問目は次が10問ぐらい、11問とか10問ぐらい、22点ぐらいですね。そうです、はい、でその後が13問とかになって、はい、15問ぐらいになってちょっとずつ増えてたんですよ。で17問ぐらいまでいって、はい、そしたらそこから20問までちょっとおっ桁変わったと思ったんですよ。6問目ぐらいから20問ぐらい、そうです、そのぐらいから大体20問あるようになったんで40点ぐらい取れるようになったんですね、はいはいはい、そしたらまた15問17問にまたこう行って、はい、また20問に行ってっていう、ここを今繰り返してる状態です。はい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 。ことは今平均したら何点ぐらいですか？平均は多分30点ぐらいかな。そうだと思います。30から35点ぐらいがいいとこ取れてるぐらいかなっていう感じ。じゃあちょっとね、うん、このままじゃああと30点足らないん で、ちょっと頑張らなまずいかなってところですよね。はい。それで今もちょっと社長にいや違うでしょっていう教えをいただいてたんですけど、今日は社長に教えてもらってる風景っていうんですかね、はい、どんな風に勉強してるのか、はい、ちょっと撮っていきたいと思うので、はい、わかりましたお願いします。はい。ってことでいつもの勉強内容ってことで、社長はこう夜中とかに付き合ってあげてる感じなんですか？そうなんですよ。大変ですね。なんかね、本に受かりたいってことなんで、ちょっとじゃあやるか、言ってやってるんですけどね、毎日、ってたことです。社長とこうやって二人でやったり、他の従業員さんが、ナッツンさんの、まあ、面倒見るというか、はい、招集したりって感じですね。そうですね。教えてくれます。ほんま今日はいつも通りというか、の感じを撮りたいなと思うんで、はい、お願いします。あ、じゃあちょっといつもやってるこのな写真で何の道具とかこれな、まず覚えていかんとさ、これ電気工事士の必須のやつやから、これ何もなかったら何もできんね。だからもう全く分かんないんですよ本当に分からない。こんなのか見たことある？ないですね。これでもこれは電気屋だけじゃなくて、このハンダゴテっていうのはよく使うやつよね。ハンダゴテってなんかさ、小学校の時になんかこうジューってあれ今日何やその銃なんかこう何しんねんそれ技術の時間とかにラジオ作りましたよね。あ、そうですそうです、ね、あのなんかこう当てますね。当てますよ、銃、はい、ってやるやつ、銃ってな、なんかこう銃銀のやつ、銀のハンダをハンダを溶かして、あ、そうです、ね、そう、銃ってこうやって丸くやつ電気を通るようにして、あ、そうですそうです、それやりました。それの大きいバージョン、大きいとかないけどその用途がいろいろあるからあ、そう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 、こういうのもな、手動の油圧の圧着、ここから手動の油圧の圧着、これ別名なんて言うんでしょう知らないんですよ。
そんな出ますよ、テストに。テストには出へんけど、これは現場のリアルなこと。いや、ちょっと待って、今。現場ではこういうふうに言うよっていう。なんかこれ取ってこいって言われたことどうなの、職人さんとのコミュニケーションってね、言ってましたもんね。今も共通言語って言ってたよ。今ちょっと、応募してましたよね。めっちゃ痛い痛いになりすぎて。これはね、シュポシュポって言ったりするから。なんでシュポシュポって言うんですか、こうやって、シュポ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 ってやる。そうなんですか、ちょっとおもろない。いや、嘘、面白い。シュポシュポって言うの。じゃあ、笑ってるけど、シュポシュポって。こうやってシュポシュポシュポってやるから。デニムスリーブ。これ絶対出るから。これ1種でも2種でも出るから、これ。いや、なんか過去問でやりました。はい、リングスリーブは何種類あるんですか、極小と、小と、中と大。合ってます、リングスリーブは何種類あるんですか、何リングスリーブは何種類ってどういうことですか、わかんないです、それ。リングスリーブは何種類あんねんって言って。じゃあ3。何わからない。何種類出たから3種類ぐらいかなと思って。適当それが山田。え、何なんですか、小中大な。え、だから合ってますね。極小ってないんですか、極小は違うやつ、それは押すとこが4箇所。あ、じゃあこっち自体は何、これ3つしか、それ3種類しかないで。え、本当ですか、なんか、丸のは丸が小、だからそれは押す方な。刻印っていうのをつける方な。一六日本の場合は極小で圧着しなさいよってことよ。あ、そういうことなんですか。で、それは小で極小で圧着するんで。そうなんです。やってみ知りました。過去問も解きながら、たまに、というか、こういうふうに解説してもらえるのはすごいわかりやすいですね。そうですね。本当に、なんか言葉もわかんないし、そもそも何に使ってるかとか、全くわかんないんですよ。もうすごい言葉も、漢字も、本当に普段絶対使わないというか、生活の中で出てこないような言葉が、漢字で出てくるので、もうそもそも読めないんですよ。こんなね、これジョイントボックス、端子付き、これあんま見えへんけど、これ見えへんけど、これとかよく写真出てきました、過去も。これとこれとこれどれ使ってますかみたいな。プルボックスな、はい。これジョイントボックスって、これはジョイントするボックスやから。つま線と。そう、2種とかでやったらこれ使うから。これ使って穴開けてゴムブッシング入れてっていう風にする。え、実技ですか。そう。このゴムブッシングをここのな切り込みかってピピって切って線通るようにせとかっていうのがあるから。実技もやらなあかんすもんね、今後。ね、受かるってことやからね。ね、それちゃんと教えてもらうとね。木工ドリルとか、まあ、こんなんはあんま使えへんけど、これは電気屋で使うシーンやったら、これ木工ドリルって書いてあるけど、はい、これなんて言うと思う、これを取ってこいって言われるんで、現場でも。あ、分かった。キリみたいだから。ちょっと発音ちゃうと思う。本当ですか、キリ、あ、キリな。キリやけど、キリじゃないねん、これは。キリって言ったら穴を開けるだけやんけど。そうです、そうです。あ、ぐるぐる。ぐるぐる。何人前にぐるぐるしたのかも。ちょっと待ってよ。え、違うの違うやん。これ義務でとか言う。え、義務で。なんで義務で取ってこいって言われたらこれ取らな。で、大体電気屋でこれを使うときは、木はあんま使えへんな。ALC とかの外壁とか壁の貫通のときによく使う、これ。で、うん、壁で。ALC って知らんな。はい。知らない。まず2種買ってください。はい。ね、はい。じゃあ、ここで、こんな感じで、ちょっと覚えたということなんで。はい。ちょっと待って。じゃあ、ちょっとね、実際の問題で。じゃあ、ちょっとね。写真で一言じゃないけど、じゃあちょっと一問一答じゃないけど、これね、はい、行きましょう。はい、じゃあ17番から行きましょうか、これね。リアルにわかんない。はい、17番で写真出します。じゃあ、写真で一言。これ、何人です。本当にわからないんですけど。こんな見たことある？まず。なんだっけ、分電盤じゃないけど、なんかそういうところにこんなのがあったかなっていう感じです。うんうん、分電盤な。分電盤あってます？分電盤な。の中になんかあったかな？うん、はい。どれかなみたいないっぱいあるけど。はい。なんでしょう、じゃあ。もうわかるよ、じゃあ。分電盤の中にあんねんとわかる。でも警報器は絶対違う。ならない。なんでな？で、あれ、鳴ったの見たことないから。あ、そう？はい。接触器でもないと思います。うん、うん、違うと思う。うん、ローでしょ、これ。漏電、なんて読むんですか、これ。遮断器？漏電遮断器。合ってますか？ファイナルアンサー？ファイナルアンサー、これは。ディディーンやな。違う。どれ何これ。遮断するところがないやん。だって、どこに遮断するのよ、これ。上か、分電盤の中見たことあるんですよって言ってたらわかるやん。いっぱい電気使うとか、ジャンと落ちるじゃないですか。どうやって落ちるのこれ。だから、ここが落ちるのがついてるのかなと思ったんです。はい、違います。え、これ何ですか？これは電磁接触器ですね。一番最初に、やったやつじゃん。これ別にこんな電磁接触器取ってきてとか言えへんねん。これよく言う言葉、電気屋で使う言葉は、これは何でしょう？電飾。ね、電飾、うん、電飾略すの好きかなと思って。それはもう飾り付きなんですよ。電飾。大丈夫？いや、だって、上がった。わかんない。マグネットっていうの。あ、電磁だから、うん。で、ここが、ボンって押されたり、はい、ガチャンガチャンって言って、自動的に
制御して遮断をしてくれるんや。タイマーとか使ったりとか、はい、そういう何時になったら落ちますとかいうところはこういうのを一回かまして配線するっていうのでやれるようにする。で強制的にオンする場合はここをマイナスでプスって続いたらドンって入るわ。これが見事に間違った。これがマグネットの、じゃあこれは電磁、これができたら、これはでも 家とかでは見ることないわ。そう会社で見たとかいうところはそういうのが使ったりする。でも私が見たのはこれじゃなかったのかもしれないね。多分同じような形をしてるだけで多分ちゃうと思う。なるほど。まあ、日頃からいろいろそうやって意識して見てはるんですね。いや、そんな見てないんですけど、はい、なんかなんとなく見てないんですね。で、自分自由見てたわけじゃないんですけど、でもなんかこんなのあったよなみたいな。たまたま残像が残ってただけですね。そうですそうです。たまには見てくれる？視点ないやねんか、見てくれる？はい。わかりました。じゃあ電磁接触器。はい、うん。はい。もうこれで間違うことないな。うん。オッケー。うん。オッケー。次じゃあ18。これは簡単ですね。これはもうなん、多分電気屋じゃなくても分かるような。そうだ。感じやね。私見たことないもん。この形上まず何をするものか分かるよ。分かる。だから穴を開ける。おお。だから穴を開けるけど、じゃあこれはどこに穴を開けるかの。だからこの胃は違うってことですよ。あで面取り、面取りだから胃は違うでしょ。穴開けると思ったから。で私は思ってます。はい。でなんかこれ強そうだから。どういうこと？強そうって何？なんか強そうじゃないですか。ガジガジがガジガジだからゴリゴリとかも私はこれは2だと思う。2なんか壁とかのコンクリート穴開けるやつ。おお、2これを使うと。そうビューってほんま一回使ってほしいな。こんなギジギジしてる言うてたのに、コンクリートにこんなの回したらえらいことなんで。なんでなんでわらわらわらになるよ。まあできない。コンクリートに穴開けんの、うん、いいよ。そうなんだ。これでまずギザギザになってるっていう時点で、うん、まずもう2つしかないの。なんで？答えは木なんか鉄なんか。コンクリートの場合はこの刃が平たいの。コンクリート開けるときはコアとかいう言い方をするから。いや違う、そもそも違う。だからイートニーはまず外れるっていうのが頭にないと。でイワってたってことですね、外れるの。そうやな、面取りやな。なるほど、うん、じゃあ強そうだから絶対これ鉄ですよ。鉄木ではない。うん、鉄な。ほら、ホルソーっていうやつだ。ホルソー。ホルソー。鉄で合ってますか？鉄で合ってます。ロー？だからローですね。じゃあ実際の方見てください。結構、やばそうですけど、ほんまに受かりそうですか？本当に。あと何日やったら今日が。何日 ?3 日か。7日なので。そうですね。ちょっと切羽詰まってますね。本当にわからないんですよ。確かにね。これを視聴者の方も、もし共感していただける方がいれば。でもね、女の人でもこうやってチャレンジする人、視聴者さんっていてるんで、あ、そうですね、これでナッツンさんが分かったら、すごい励みになる。本当ですか？もう頑張ります。ちょっとリアルに分かんなくて、言葉が本当に分からない。ちょっとみんなの勇気を背負ってるんで、ね、ちょっと。おっ、来た。なんか思ってたのよりも、なんかちょっと。これがホルソー。意外と重い。すごい。あ、これがこれなんですね。これがこれです。まあ、それでサイズがいろいろあるんやけどな。あ、なるほど。そうそう。で、この電気屋のサイズっていうのが大体決まってんね。へぇー。ホルソーは。外形があるやんか。前やった露出配管の外径25とか19とか、あと19やったら21で穴開けなあかんとか、25やったら27で開けなあかんとか、そういうのが大体決まってんね。だからサイズがこう大体決まってくる。そういう配管の勉強会とかもしてるんですか？配管の勉強会やってますよ。すげえ。なんならここに、これはマニュアル？マニュアルってるんですよ。あ、トレイ？施工マニュアルっていう。どこまでとかね。そうです、そうです。はい。これはまあ施工側のね、こういう知識をもとに、施工マニュアル、これインクエア配管の仕方。これクレヨンさん自家製ですか？自家製です。すげえ。LGS ね、こうスタッドの厚みが、65やったら切るよっていうのをうちではやってて。はい、これはよく土の子使うとか、いう風な人もおるけど、うちは切るよっていうのをしたりとか。はいはいはい、あと、90、100と、あと GL とか。ほうほうほう。こんだけだからスタッドの種類があるよっていうのをまず覚えとかないと、例えば。はいはい、あれがいろいろあるんで。で、配管の突き出し、スラブ出しなのか、CH300 で出すのとか、はい、これ絶対言われるところなんで。そうですね。で、それをルールにすると。このマニュアルは素晴らしいですね。大変なんですよ。いやー、大変そうですね。これ器具付けとかやけどね。これは、ほんまに器具を付ける時のルールみたいな。そうですね。これが器具付ける。配線器具、照明器具でここ2つあって。ああ、はいはいはい。紹介記号と器具リストとか、確認せよとか、器具の使用書をまず見なさいとか、仕込み方どうやとか。配線器具の場合は、その器具の判例見て、種類と数量見て、縫い代カバーちゃんと確認せよとか、いうのをやってるんです。付け間違えたら、出戻りめっちゃ多いですもんね。そうですね。最悪なんで。結構ありますもんね。結構このラックがね、頑張って作りましたね、これラックはね。このラックをわざわざね、これちょっと切り取って。すげえ。すげえ。で、ラックの種類をザーッと書いて、材質が何やねんと。まあ、P とか書いてるけど、はい、じゃあ何とか、メラミンやでとか、スーパーダイマーでとか、ステンレスでとか、こういうね。で、どこのシーンで使うか、屋外なんか屋内なんかとかいうのもちょっと書いて。今度これだけで1本取りたいです。こんな、こんないいマニュアルなかなかないから、マジで。めっちゃ
めっちゃこれ職人と社長と私とで1ヶ月3人でやるんです。僕らが多分あのネグロスの分厚い本で勉強してきたやつを簡単に分かるようにやってくれてるみたいですね。そういうイメージですね。これをね今意識やったのですよ。これはいいな、夏は、はい、で言ってナッツがこれを基本作ってるんやけど何で覚えてんのかなそろそろ使い方ぐらいちょっと覚えてもらうとしまいにこうなっていくやめてください本当に本当にやめてください。いや本当にそうなんですよ。私ね、わからないながらあれをこれを切り取るとか、あの中身怪しくなってきますよ。で中身は職人と社長がちゃんと言ってるものを私がカチャカチャカチャってやってるだけなので、はい、次にもう一個じゃあサービス問題だそうかな。お簡単なこれどうかな。ちょっと待って、16番これは簡単やこれだってこれ簡単やで、ね、これこの間聞きましたもん、なんかこの前な配管のなマニュアル作ったしな、今月がその配管のマニュアルを作る月だったんで、はあはあ、それはわかるんですね、うん、もう余裕やなでも私はね2択で待ってるんです。2択ないけど2択なんどこに2択があるのこの問題で2個迷ってるんですよ。こんな簡単な問題で2択もないで、歯かローで迷ってては、うん、で私多分これ歯かなと思ってて、ベンダー、ベンダーな、ベンダーだったと思うんですよね。ファイナルアンサー、今からベンダーで知らないね、何てことちょっと間違ってることしかなんかあおっ、来た、あ、違う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 、全然違うね、これおっちゃんのやつじゃんおっちゃんのやつ伝われへんこれを作るための機械か、これとこれは一緒ですか、これ全然違います。まま、じゃあこれローですね、ロー、はい、フォーマルベンダーです。これを作るための機械、はい、あってます、機械っていうかこういうのやつで、あー俺はあれやで、電気屋さんで言ったら花形みたいな仕事で、これを扱うの、そうなんですか、見せ所みたいなのがあれですよね。ここで配管カチャンってなってこうやってやるじゃない、ここでこうやる人もおれば、下でこう箸でこうやる人もいる、はい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 、でこの原理使うから、これは今度ナッツンが配管曲げてみたシリーズもおもろそうですね。やってみたい、コペコなんつって作業服着てやってみたい、ほんま頼むで、これはもうなんだ、え、じゃあノーマルベンド、ノーマルベンドで、それを作るのがベンダー、ベンダーサイズがあるから、これも覚えたよ、前サイズ、これは何本のサイズですか、これサイズ何本ですか、これ種類があるね、同じ形してても、じゃあこれは何サイズって、あ、直径、え、25、75、え、これ E だよ崩れ落ちてますけども、今すごいインテクトに言っちゃったけど、わかんない、合ってる、E、はい、じゃあこれはこれとこれ違いますね、違いますね、はい、まさにこのノーマルベンドを作るための工具がこっち、あ、そっちがおっちゃんのやつです、そう、一発ベンダーとかいうの、一発取ってきてとかノーマル取ってきてとかやったら これ取って一回グッてやれるから、一回でとか、まあ、あの曲げたら勝手に90度になるよっていう、でここまで曲げたらこの角度になるよっていうのが書いてある、あ、これ30、45、60って、これはこれはもう自分の感覚で、プロじゃないと使えないやつです、まあもう素人だから私は無理、私はこれでやったら多分配管がヒナチョコになってるっていう、今日で共通言語いっぱい覚えました、もうすでにごちゃごちゃです、一発ベンド、一発ベンダー、まあノーマルとって人が多いかなっていうやつ、あ、これですね、ローマルベンド、ローマル、でもこれ正式名称はあれハイヒッキーとか言うから、そうなんですか、うん、これはでもローってことですね、ノーマルベンド、ノーマルって電気屋で言うノーマルっていうのは大体90度のその折れてることのことノーマルっていう、そういうこと、普通って意味じゃないか、普通だと思ってました、普通のベンドってことだから、だからなんかこのだから配管をやるときによく電気屋さんがここで S 切ってノーマルで平折って返し切れとかいうような言い方をしたりするからそうそう、めっちゃ思いません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと大変失礼なんですけど、はい、ちょっと僕が見させてもらった感じ、はい、ちょっとやばいなと、結構ね、まだ理解されてない部分が多かったと思うんですよね。やばいですよね。まあでも、今1週間なんですね、勉強始めて、はい、1週間で今20問が40点くらいまで来れたので、はい、本当に5問のとこからいけると思ってるんですよね。余裕やということですね。多分ちょっと待ってください。いやでもそのくらいちょっと強い心を持たないときついじゃないですか。本
本当に分かんないので、まあ、自信はあるということで、うん、持ちますはい。ってことで、あの初め言ったように、はい、ドキュメンタリー風にナッツンさんのこれからの、まあ、成長曲線みたいな感じで、はい、毎日のあれしたいんで、はい、まあ、今日が7日で、はい、明日からスケジュール的にはどれぐらいの勉強法っていうんですかね、どんな風にしていきますか。そうですね、まあ、普段朝から晩までというか普通に業務があるので、さすがにそこではできないので、はい、家に帰るないしは帰る直前でも必ず過去問1回分は毎日やるっていうのを自分で決めて、でそれをやっていく、で覚える、その内容を覚えていこうかなっていうのは思ってます。1日もサボらない、はい、サボらないですね。サボらないで、まあね、休みの時とかはプラスアルファできることをやれるように頑張ります。ハードル上げますね。ちょっと頑張ります。毎日でも1回分やります、はい、頑張ります。頑張ります。じゃあ明日から、はい、8日からの毎日テストが何点か、はい、今日のまあ反省点とか、うん、簡単にでいいんで、はい、まあ、2,30 秒とかでいいんで、はい、それを僕に送ってください。わかりました。で僕が動画でピピピとまとめて、はい、っていうところまでやりたいと思います。はい、頑張ります。はい、ちょっとかぶっちゃうかもしれないんですけど、はい、まあ、テストに対しての目標お願いします、うん、そうですね、必ず、まあ、合格することは絶対マストだと思ってるので、マスト、もう絶対受からないと多分もう本当に怒られるというか、はい、バカにされるなって思ってて、職員たちにもすでに言われてるんですけど。逆に落ちたらどうしますか。落ちたらなんか罰ゲーム決めちゃいます。罰ゲーム、じゃあちょっと職員たちに怒ります。お、ご飯。ご飯わかりました、はい、寿司。ちょっと待って待って待って、皆さんの、みんなの方がね、全然稼いでらっしゃるんですよ。でも頑張って、ね、はい、ちょっと教えてもらったんで、落ちちゃったら職員たちを終わります。はい、じゃあまあまあまあ受かるっていう体で、そうですね、2章を取得した後に、うん、なんかこれがしたいとか目標ありますか。そうですね、なんかさっき社長が持ってきたあのベンダーとか、はい、あれちょっとやってみたい。ああ、配管曲げてみたい。そうそう、そういうのちょっとやってみたい。まあ、一日現場に出ることもできますもんね。あ、そうですね、電気触れることになるんですね。そうですね、まあ行ける現場があればちょっとお手伝いとか、はい、お密着、絶対そう、職人さんたちには来るなって言われるんですけど、ちょっと職人もやってみたいなってことですね。ちょっとだけね、出れた、はい、行けたらまた密着してください。わかりました、はい、ってことで、あの、はい、夏さんはね、結構今、はい、自信満々だったんですけど結構あの同じ女性であったり、はい、違う業界から来てて、うん、多分今ね、すごい不安やと思うんですよ、うん、私大丈夫かな、僕大丈夫かな、はい、っていう方に向けてメッセージ、励ましの言葉というか、はい、はい、そうですね、なんか私が全然まだ励ませれる状況じゃないんですけど、まあ、でも本当に今ですら全く分かんない状況で、でも本当に日々コツコツやってったらやっとここまで来れたんですよ、私も。それは結構事実なので、まあ、きっとここからもこうやっていけば私もできるだろうなっていう自信にはなったんですね、すでに。なので一緒にちょっとコツコツ、分かんないと思うんですけど、過去問やったり教科書見たりして一緒に頑張りましょう。ありがとうございます、はい、じゃあ最後に電気工事とはっていうのを知りましょうか。そうですね、電気工事とは難しい。電気工事とは、まあ、電気工事をね、伝えたいからこの業界に来られたんですもんね。まあ、電気工事とは、まあ、正直多分なくてはならないお仕事かなっていうのは思ってます。やっぱりこう今のこの世の中、電気を使わない日はない、電気がないお家もやっぱりみんなが生活してる中でないかなって思ってるので、その電気を灯す、使えるようにするっていうお仕事がこの電気工事士っていうお仕事なので、この資格がないと勤めることができないのも電気工事士のお仕事なので、必要不可欠なお仕事かなと電気工事士は思ってます。必要不可欠まで言っちゃったんでね、これは教えないということで、はい、本当頑張ります、はい、じゃあ明日から動画お願いしますね。はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで本日は撮影させてもらって、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一番初めね、お二人がいない時に言ってたんですけど、クレヨンさん、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、ちょっとね、うん、知らない人もいると思うんで、僕もツイッターとか結構見させてもらってるんですけど、はい、結構こう発言が面白いというかね、社長のツイートはこうかなりこう熱があるというか、そうですね、ボーボー燃えてる感じですねかなり燃えてて、あのツイッターとかもね、概要欄に載せておくんで、ぜひフォローして見てほしいんですけど、まあね、その辺の詳しいことはね、今度やりたいとは思ってるんですけど、はい、まあ、簡潔になぜそういう、はい、まあ、イベントとかもいっぱいされてるじゃないですか、はい、
なんでそんなことをしようと思ったというか、なぜ活動されてるんですか？そうですね、やっぱなんかもう電気工事士っていうところの部分で、まあ、やっぱ認知少ないっていうのがね、まずあるし、あんまこう一般的な仕事じゃないというか、はい、どっちかというとね、やっぱ現場ってこう仮囲いの中で作業してるっていうと見えない仕事やし、はい、普段人の目にしないところでもこれよく働いてるんで、はい、やっぱそういう人の頑張りとかっていうのをちょっとでも伝えてあげたいなっていうところと、やっぱうちの社員がもっともっとこうね、色めくような感じになれば嬉しいなと。輝けるような環境づくりっていう感じでいいんですかね。はい、そうね。そういう活動をどういう感じで発信されてるんですか？主に、まあ、SNS、まあ、特に Twitter は社長をはじめとして、うちの職員たちもやってるんですけど、私とか広報的な部分でやってたり、あとはインスタとかもやってるんですが、最近この9月に新しくホームページをリニューアルオープンさせたので、はい、しました。そこを結構私たち力入れて、夜な夜な2人でめちゃくちゃ頑張って2人でというかね、まあ、チェックしたりとかしてて、はい、うん、作ったので見ていただけると嬉しい。まあ、毎週火曜日、毎週火曜日、うん、はい、ですね、毎週火曜日の夜の8時から、夜の8時、はい、ブログを更新するっていうのを決めてまして、夏が、はい、更新をバリバリしてくれるみたいなので毎週毎週楽しみに見てほしいなと。まあ、うちの発信がメインですけど、クレヨンとかの部分もそうやし、あとは施工マニュアルとかもね、この前発信もしたな、はい、そうですね、うん、さっき社長がお見せさせていただいた、はい、あのうち独自のマニュアルですね、あれについてもちょっとな、そうそうそう、細かくというか書かせていただいたブログももう上がってるので、よかったら見てください。クレヨンさんのホームページ、インスタ、ツイッターなど概要欄に載せておきますので、ぜひ遊びに行ってください。はい、お願いします。はい、で今回ね、これ簡単にちょっと説明してもらったんですけど、はい、もっと面白いところ出てくると思うんですよ。ナッツンさんが合格したら、はい、ちょっとクレヨンさんをもっと、はい、本当ですか、はい、知りたい人がいると思うので、撮りたいと思うので。嬉しい。はい、わかるよ。はい。撮ってくれへんのね。やっぱり広報だからね、そこは。頑張ります。はい。ってことで本日はありがとうございました、はいはい、ってことで今日はね、ちょっとカメラマンに専念してくれたハッピーさんね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあでもね、このね、縁を作れたのはハッピーさんのおかげなんで、いや、ほんまにもうありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで僕ら4人の顔を皆さん覚えておいてもらえたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。電気工事士2種、あるいはね、1種の勉強を今励まれてる皆様、お疲れ様です。こちらのね、サムネイルなど、見たことある人いるんじゃないでしょうか。今ね、12万回再生ありがたくされておりまして、この動画のおかげで受かったよっていうね、コメントいっぱいいただいてます。まあ、ただの精神論やろっていうね、意見もあったりするんですけども、まあ僕一応電気工事士1種と電気施工管理1級まで取ったんですけども、見てわかるように学力はあまり良くないです、まあ、そんな僕でも僕がまあ編み出したといった大げさなんですけども、勉強法を自分なりに考えて、でそのね勉強方法を通る親子さんっていうね空調系の YouTuber さんがいてて、息子さんが15歳で高校1年生ぐらいの年齢なんですけども、親子でやってて電気工事士2種を取りたいと、蓮くんって言うんですけどね、今10月30日のテストに向けて頑張っています。そしてその YouTuber さんが僕の動画を見て、僕の勉強方法、まあプラスもちろんトールさんの経験の勉強方法で動画を上げていられたので、すごいね、あの皆さんの参考にもなるなと思いますし、まあ、僕もね、あ、これはすごい理にかなってる勉強方法だなと思ったので、ちょっと僕がカットしたりして軽く編集はさせてもらったんですけども、今勉強頑張られてる皆さん、これから2種を取得しようとしている皆さん、この動画を見てね、ぜひね、合格してもらえたらなと思います。まあ、この勉強方法をちゃんと真面目にやったら絶対受かりますから、安心してください。テストは怖くないです。じゃあ、今から動画の方をどうぞ。
はい、皆様こんばんは。今日は10月1日。なんと今夜中の、はい、こんな時間なんですけど、今日からレン君は2週、電気工事士免許の勉強に入りたいと思います。これですね、この回答用紙。ぜひ皆さん、電気工事士取られる方は、電気屋 YouTuber さんという YouTuber さんがいるんですけど、僕もその方見て、その方の動画にこの回答用紙が概要欄に貼ってあって、勉強方法も教えてくれてます。その動画ではですね、電気工事士してない人が1ヶ月間で2週免許取れるのかっていうような企画で、見事に筆記試験通ってたんですよ。すげえやり方、なんか、なるほどって思う動画なんで、よければ皆さんそちらも見てみてください。概要欄にも貼っておきます。はい、こんな夜中になったのはわけがあるんですが、じゃあレン君頑張りますよ、うん、これ初ですレン君見るの。レン君は一応2週免許取りたいみたいなんで、今から父が教えていきたいと思います。そうそう、それにね回答しててほしいと。これだけ何枚もコピーいっぱい取ってで、1回まずこの過去問、これ過去問だ。そうね、これを毎日1個か2個こうやって解いててほしいと。全部50問ある。これ全部問題。そうよ、10年分の問題。そう、そこ答えがこれだけってこと。古いのからやっていく。何でも、でも順番通り、順番通りやっていこうか。平成1年からってこと。平成24年から。ここに筆記試験の流れとかが全部載ってるけど、これは無視しよう。一番後ろからやっていく。平成24年。あ、いや、逆にこっちからやっていい。これ問題じゃない。一番最初が令和3年の上期から。あ、令和3年からやっていい。分かった。じゃあ、いつでも思いやすい。去年だ。去年あった問題。で、電気工事士ってね、レン君。年に2回ありよって、年に2回分の、本当に実際にテストに出された問題だけど。で、2回分、毎、でこれやるとき、毎日これ2回分やっていってほしい。上半期しまうんですよ。その年。あ、じゃあ1日その月で。そう、それをずっとまず10日間かかるよ。10年分みたいな。で、この答えするときに、50枚で全部で、うん。で、このテストがね、ちょっと教えるね。これって3択 ?4 択。こっから、こっからスタートね。うん、じゃあ、ここから始まるけど。はい、こっからです。難しい。4択ね、うん。で、この問題見て、とりあえず解いていくやん。いいとかノーとか、答えはこのイロハニのどれかを選ぶと。なるほど。で、問題が怖い。で、この、親愛とかこれは何で、これは、今、で説明する。この問題やって、レンが答え書くやん。うん、いいとか。うん、もう、山間やったら自信なし。完全山間。いい書いた後に、うん、とかそう、この問題に対して、レン君が自信があるのか自信がないのかっていうのを横に全部書いてどうしてもいいか。で、それを10年分やるやん。うん、で、その回答者取っとくやん。うん、その時に、この問題は自分自信なかったなって。いうのが、そう、何回もやっていったら、だんだんそれが自信が出てくるよ。分かったか分かってないか分かるよ。ってことね。そう。これさ、うん、令和4年って書いてたらいいと。4年度過去。あ、違う。で、過去問題は令和3年度や。今回する。令和3年度の上半期。でも、平成で書いてたけどさ、書き直す。うん。令和3年度上半期。いいね。これがもう味噌というね、その13人と。で、スケジュールも組まないから。今日、じゃあ10月、もう2日になってしまって、ね、2日から毎日これやっていくやん。でもさ、うん、例えば、うん、まけ2日やけど、うん、まあ、今日の日付も10月ですか。で、それからスタートって言ったけど、うん、今日は1日分やるじゃん。で、明日もまた1日分。で、2日やれば、うん。で、10年分あるけど、10日で全部1回やることになるけど、うん、それをひたすら繰り返す。で、30日あるけん、3往復できる。でも、だんだんやりよったら、多分だんだん見てきた問題とか分かってくるもん。で、1回これ全部やり終えたら10日後に1回止まると思うから見直す。そこは毎日見るけど、レンカちゃんとしよう。長崎の出張にも持っていく。ホテルでもレンカ、頑張ってしてる。全然なんか。全然わからないの。難しいね。計算問題。特にレンカが大事なのは、計算問題は捨ててもいい。最初の15問ぐらいが計算か。16問目ぐらいがこうやってこういう風になってくる。ここを絶対落とさないようにしてる。でも分からんやん、これ。うん。ちょっと。でも山間よ。もう山間で適当に答え、適当っていうか、うん、まあその、大体な感じで答えればいいんで。うん。今、ボルトワード。で、分からへんやったら、あ、理論をまずレンク知らんって感じ。うん。これを見たら理論分かるよ。うん。これも見てほしい、これ、勉強やけん。じゃこれもじゃちょっと、年々見ながらする。うん。で、レン君はこれをまずやるやん。とりあえず適当でもうマジでいい、うん。分からんとこ適当にやるやん。紙半年の感じ。で、後でやり直したりすると。後で答え見れるから。それで、もう頭の中に入れておいとくやん。そうそう、なんでこの答えになるかまで書いてくれと、これ。50問終わったら次ページからも回答があって、解説まで載っとる。僕はさ、うん、これやったってこと。これやりやすいんだけど。全部やったよ。でも10年ぐらい前やってるの、撮ったの。ちょうど10年前ぐらいだよ、24年。あ、じゃあこれ、ここは。でもパパの時年2回の時じゃなかったけど、もうちょっと前だよ。年2回だと思って、この10年前ぐらい。あ、そうなんや。パパの時年1回の時撮ってる。だいぶ消えちゃうの。そうだ、だって年に2回やって、20回やってる。髪切った。そう。で、年間今回今髪切った。こんだけしかないってな感じ。過去10年分しかなったよ、その試験は。じゃあ試験は、ここから出ないよ。ただこれをやっていけば傾向が2等圏。あ、そういうこと、え、全くないやつは出ないってこと。全くないやつは全く出ない。あ、だけど、それはないよ。あ、そういうことね。で、これに慣れとかんと、実際バーって出たときに、あ、これ過去何年の時のこれやった答え。あ、似とるとか、うん、話とか、やり方覚えとけばいいんだよ、ね。答えを覚えるっていうか、その、全部意味があるわけよ。やり方覚えとかんとやっぱよくない、ね。そうそう。で、最初は山間かもしれんけど、答え最後、答え合わせしたときに、あ、これはこういう掛け算したらこの数字になるんだね、とか。90点以上だっけ ?60 点以上。あ、60点以上そうそう。まあでも、まあ難しいよね。で、一応、だけ一からになるけどさ、まず、じゃあそこがいるんなら、これであれは合格した合格率が何パー。まあこれ知らんでいいと思う。7万人この年受けた。で、受かったのは半分や。結構多い。うん、毎年全国で。全国全国。で、こう回答やもんな。もう絶対筆記試験は、1から30までが一般内容。その試験の時もどうぞ。あ、違う、これページやん。計算問題よ。これさ、うん。中学生で習うぐらいのやつ。そうそう、もう全部こういうの、7万やった。オームの法則とか。V イコール IR とか7万やった。
いいとこはもう全然分かってなかったんです。覚えてる。なんか全部分からんすぎちゃって。もう買い取ったじゃん。そうかもしれない。一回この辺もちゃんとなんかこういうの見てったらいいです。なんか、うん、じゃあ見てみる。どうするかとか。いきなり問題やってみる。やってみていい。うん。だけどここやった後にこの前のページを見てって。全く。落とした時っていうのはさ、うん、これスイッチを OS で落とした時っていうのは、うん、オンにした時ってこと。このスイッチを。そう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 。ちょっと見る。うん。いいね、ここでしかもね、うん、できればレン君、ごめん、やるんやったら、時間がこれ決まっとってテストって。タイマー仕掛けないやったらいいと思う。で、その時間を測ってやったら、もう最後まで。何もやったかな。これ暗記モデル。何見たろ、こう引っ掛けろで。引っ掛けしいいのよ、名前、名称があるけど、名称。何のために使うんですか、そんなことしか言ってない。っていうことですか。じゃあ、線がいたいなと思って。元来2000と、うん。よかった。ちょっと、2丁目、ちょっと見ていい。まあ、一回じゃ時間なくて。これでさ、どういう意味、あれ、アルファやったっけ。アルファアルファじゃなくて、何かもう一個。アンペア。これアンペアっていいと。違う。電圧、過去、ボルトはって書いてある。え、でもこの30の後のこの記号は何？オームっていう。抵抗値。それも知らない。これは、これ電圧とか。違う、全然違う。電圧はボルト。電流がアンペア。うん。オームが抵抗。これオーム、抵抗値。だけど、ただ、もう抵抗って分かる。抵抗ってこういうことや、うん。これで言う抵抗っていうのは何かがあるぞ、ここに。電気が何もなくこのままいったら抵抗ないやん、何ここ。あ、そういうことか、けど、ここに照明器具があったり、スイッチがあったり、何かがあるけど、こんだけ抵抗取られると電気。ちょっとこれ、一個やってみていい？やり、じゃあ。面白いですね、レン君との勉強。いや、これを機にレン君が電気を詳しくなってったら嬉しいんですけどね。資格取るだけじゃなくて。もう一個いい？いいよ。このさ、うん、短い線とさ、うん、長い線あるやん、うん。これプラスとマイナスってこと？そうそうそう、そういうこと。短い線がプラス？いや、それプラスマイナス聞きよらんやん。どっちでもいいけど。どっち、これはもう関係ないじゃん。うん。スイッチ S を閉じた時に、AB 間の、AB 端子間の。全然わかんない、この計算。楽しボルトって2個分かる、2個当てるのテスターで分からんよ。うん。それで2つ上がった時の電圧ってことで、うん、100ボルト流してこんだけ抵抗がかかって、ここの AB テスターで当てたら何ボルトですかってこと。勉強中もテスト、ちょんまげ2期ですね。レン君の2年間の道が始まった。でも、レンの年取っとした人いっぱいあるじゃん。っていうか、テストに行ったら、レンの年の子たちも多い。高校生とかするってことで。そうそう、電気化いっぱいの子。工事系の。そう。工事じゃなくて、学校で考えるだけ。電気化。そう。そういうのが工業高校で。工業高校とか。多分、見ていい。あれよ。これはいいもん。見ていいよ。全然そうだ。分からんけど。どうもそういう意味で調べるんやったらこうしよう。もう全く今分からないけど、まず書いていこう。もう E 全く自信ないと。パッ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 ってやってたら分からんけど、でそっからダメなとこ調べてって E に出したら、でちょっと時間がいくらあったんだから試験通ることを目的にするってことで一致してもらって、でこういう問題も捨てるって決めるのは捨てたの。もう適当に書くみたいな。うん、もう適当でバツるし。20問目ぐらいからだんだん蓮が分かってくる問題が11問目ぐらい。本当に蓮君何も電気のこと分かってないので、めちゃくちゃ不安じゃないですか。それでも撮ってたんで、そのゆうさんの動画は絶対撮れるはずですね。頑張るぞ。10月10日の時点で蓮君がどこまで成長したか一回調べみるとか、その回答と視線でもなんか、うん、めっちゃ下げそうな気がする。できるよ、絶対できるって。これほぼだってオームの法則かかってないだけやん、うん、それで分かったらいけるよ。いける、計算もできる。で時間がかかる問題は後回しにするとかいう方法でも、分かるところをまずバーって解いていくと本当に知ってる。で、時間かけるとこ時間かけて、最後10分くらいは見直す時間とかに使うとか。試験って何分やったかちょっと調べようか。さあ、10月1日から灯籠親子の息子蓮君が二種免許に挑戦。これで取ったらすごくないですか、蓮君筆記試験。あと、実技試験の材料も兄貴からもらったりしても、次のステップも用意してるんで、これ絶対取ってもらいたいと思います。長崎から帰った初の勉強、蓮君、姫ちゃんと会ってアプリを教えてもらってアプリでしてます。いいよ。え、これさ、うん、普通やったらなんていうかな。100ボルト流れ取って、うん、その中で、うん、あの抵抗があって、うん、最終的 なんか電圧がいくらとか出るやん、うん、けどなこれなんか電流が流れてないやん、うん、これはどういう意味。電流の問題だけ用途読んで、図のような回路で、うん、回路で端子 AB 間の合成抵抗かっこオームはやん、でここはボルトが何ボルト流れようとかは関係なく、うん、この合計の抵抗値はいくらですかっていう問題。抵抗だけを計算してで、オームの法則の方程式わかる？わかるやん。V と AV イコール IR とかなんかあるやん。なんか、調べたけど、うん、計算分かれちゃうけど、うん、これどういうこれは、その計算式で出らんのなら、うん、オームだけの答えの求め方を知らない。できんけん。補正オームの求め方で検索してみたら。そしたら多分すげえ簡単と思う。パパはローでやったと思うけど答え。ローやったっけ ?2.4 が答えと思う。パパは。ほぼ聞いた問題はもう分かってないけど。レンはだけボルトから電流値に行くまでのオームの求め方は勉強したけど、そうそうそう、オームだけを求めるやり方は分かってないだけやろ。そう、なんかそれは今初めて出たというか。もうそういうのいっぱい出てくるよ。でも簡単言うてん。R が抵抗ってこと？ R イコール R1 プラス R2。うん。合計のオームの求め方。さっきまで言ったらこれが3、3やったら、3たす3で6抵抗値がかかってますよってことや、うん。簡単な問題は。まあ、そうや。うん。でもさっきのは、ちょっと違うかったやろ。レン君は計算問題を今頑張っております。こんな感じでレン君が試験当日まで追っていきたいと思いますので、それをまとめた動画を
10月30日の試験が終わった日か次の日ぐらいにあげれたらいいな。蓮くんでも資格取れるよっていうところを皆さんの勇気や希望に僕たち親子で挑戦したいと思います。頑張れ。今休憩中で蓮くんのゲームと肉うどん食べています。今日でも今3時間ぐらい勉強してたのか。もうちょっとだけね、しようね。聞こえておりません。終わり蓮くん、うん、今日は10月の9よ、もう、うん、あと20日。でも今日結構頑張ったね。向こうやったね。明日もこの調子でやろうと一緒に、うん、帰ってきてから、うん、明日空き時間が多分あるけど、その時にパプリできると思ってる。じゃあ今日はこんなとこで始めますね。はい、お疲れ様でしたね、さ、うん、よし、また明日も頑張りましょう。お疲れでした。はい、はい、今日は10月16日はい、もう試験まで半分切ってまいりました。レン君今ですね、アプリ、俺の電光2社アプリっていう、これ概要欄に貼り付けようと思うんですけど、そちら、あの視聴者さんのところから教えてもらったアプリなんですけど、それも結構駆使してまして、で、その参考書、家にいるときはこの参考書になるべきです。ここは教えてないんですけど、レン君分からないことがあって、このユウさんの回答用紙使いながら、レン君多分分からないまんまで終わりたくないじゃんね。いや、まあ点数取れんかなって。点数取れんかなって、うん、レン君は一番どこ頑張るよ、計算、暗記、20問以降ね、うん、そう、途中で1から10問目計算問題ばっかりなんで、で10から20が何だっけ、なんか別に10から20も普通の問題、普通の問題、うん、こういうか、うん、で60点取れたのに20から50問目を確実に取るようにしようって話だったね。で、それができるんだったら10から20問目も取れるようにしようみたいな。で70点平均で取れるようにしようって頑張ってやってます。本当試験まであと半分しかないと、一応今日まで本当は過去10年ので全部一回終わらしとこうって話したんですけど、まあそこまではまだいけてないんですけど、あと8問ぐらい残ってちゃうね、8気分、7気分、それをここ2、3日でやってみて、まあその2、3日後、10月のまあ19とか8日ぐらいからちょっと2周目チャレンジ、10年前のやつで、レン君の得意なところ、この回答用紙で分かるんで、暗記はマジで確実に取る、これを意識して頑張りたいと思います。もう計算問題は早く捨ててますんで、当たればラッキーで、暗記問題は確実に取る、この作戦でレン君30日臨みたいと思いますので、もう一応半分過ぎたら一回ここで動画を上げて、皆さんにレン君のこの頑張りを見せて、こんな風にしてますよっていう、なんか今もう試験諦めようって思ってる人たちがいるかもしれないんで、レン君一応まだ頑張ってるんで、父も一緒にできるだけ寄り添ってやるようにしてますんで、まだ間に合います。皆さん頑張りましょう。レン君も受からんと思ってないの？うん、余裕。いや別に余裕ない、むずくないの？でもまあ、うん、だってパパが取れたっちゃうけど、じゃあミノカも取っとってよ、ミノカもね。姫ちゃんも取っとるらしいけど、うん、兄貴もなんかみんなレン君が指導したち取っとおけ、余裕で取れるけんねんか、ってな感じで資格取得飲みたいと思います。それでは皆さん頑張ってください。今日も頑張ってます。次は試験待った日の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、やっと合格点の 60%。 今日レン君10月16日今日結構頑張ったね。3個やってるね、一緒に。27、26、3、これ何年度？25年度。すごくやっと合格点60を初めて出しました、レン君。結構なんか今回は良くないかなと思うんですけど。いや、いったね。でも良かったですね。溶けた気はせんやったと思う。なんか逆に25問以下かなって、でも自分は思いつくよ。うん、そういう結果取った。うーわ、でも10個目ぐらいだね。10年目になってやっとって感じだよね。いや結構やった、結構やって、やっと今日でも試験からあと15じゃってこう達成できたけ、いけるわ。こっちはあの、まだやってない、いや、やってる、あの紙でやった。あ、紙でやった。これも紙でやって、うん、ここまで紙でやって、平成25、令和の年間平成25までは、うん、よっしゃ、ちょっとこっちもやってました。よしいいね。私めっちゃ嬉しかったね、今ね。いや、よかったっすね。いや、めっちゃ嬉しい。この調子で頑張ろうぜ。うん。よし。よかったね。今日結構、だって2、3時間したね、勉強ね。9時から、今10時から。よし。気になってる。今日はなんかもう、一回休み？うん。また明日しよう。うん。ねえ。よし。よっしゃ。また頑張るぜ、明日から。はい。皆さんも頑張ってください。それでは、おやすみなさい。バイバイ。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。